入れてこの前、青井優ちゃんに会ったんだよ。はい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 。俺結構好きなんだけどさ、青井優ちゃんって。からもあんだ。ちょっとだけあって、うん、まあほとんどないんだけど、ちょっとだけあってこう話したらさ、はい、すげえ、うちの、もう引っ越したんだけど、俺んちの隣に住んでたらしくてさ。そう。俺をよく、窓から、俺が犬の散歩とかしてんの見てたらしいよ。あそこす、隣？うん。あそこ、まあそこでも。それで夜中仕事が終わって、朝の4時ぐらいにタクシーで帰ってきたら、矢作さん家の前で、なんかすごい棒振り回してる人がいて、で、うちの前って静かじゃない。うん、わあどうしよう、怖い怖いと思って、うん、タクシーでこう横を通り過ぎてったら、アンダッチボールの山崎さんが、うちの前でゴルフクラブ。ゴルフね。変身山崎さんがすごい真剣な顔してこれクラブを必死に振ってたんですよ。はぁ、怖かった。はぁ、怖いって。うん、うん、いや、はい、はい、あれ、うん、俺次、いや、はい、次俺か。そう、俺の出番。そう、俺の出番か。うん、今ちょっと矢作のセリフのこと言っちゃったから自分だと思っちゃったでしょ。あー、思っちゃった。俺の出番だね。そう、うん。ラジオネーム徳川雅夫。天然ボケ女子大生ユッキーの彼氏、うん、春樹はユッキーには内緒でいつもの遊び仲間優作、のりくん、タジーと合コンに行った。その合コンの帰り道、春樹は他の3人に対して、今日の合コンも俺ずっとツッコミじゃん、お前ら自由すぎだし、と文句を言っていたが、皆からつーか俺たちにツッコめんのお前ぐらいなんだし、と、あ、つーか、俺たちにツッコめんのお前ぐらいなんだもん、ハルキマジレスポンス早いからと褒められていた。そんなハルキがその日の合コン中に仲間に突っ込んだっぽい、そのツッコミフレーズ、おー、うん、飲むの早っ、それで笑うのうちらぐらいだから、それ無茶ぶりだし、こいつのこと無視していいから、うわ今めっちゃ声揃った。それはどう考えても黒木メイサしよう。店員さん怒ってるから、自分ら俺のことを後で絶対ネタにするっしょ。優作それ有吉のネタパクってんじゃん。お前それファジーネーブル言いたいだけだろ。いやマジでそれ水に弱いやつだから、チャッ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 って俺だけしかやってねえし。嘘じゃねえよ、これマジメンノンで杉君がつけたやつだから。二次会はカラオケですって女の子帰ってるし。結局モテなかったんだね。うん、あ、絵が浮かぶわ、浮かぶね。これ確かにこのツッコミは、うん、絶対いるもんね。いるいる、ツッコミ担当いるもんね、うん、どの合コンにもね、いますね。確かにツッコミの人ってあんまさか終わったとそういう言い方します、確かに、うん、みんな自由すぎるとかね、お前ら自由すぎだし。俺ばっかじゃん、突っ込んでんの。お前ら自由すぎだよ。いや、でもやっぱ突っ込みできんのお前しかいねえじゃん。でもマジでレスポンス早いよな。やってそうだね。いや、面白いね。はい、さあ、どんどん、君の名を送ってください。メールアドレスは、メガネアットマーク tbs.co.jp です。募集したメールが、すごい来てますよ。はい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 。やっぱ小木さんに褒めてほしいんでしょうね、みんな。まあそうなんですか。はい。やっぱ好きになりたいんでしょ。ああ、まあその人のことはね。うん。俺はいいとこ見つけたいんだな、その人の。うん。ラジオネーム、はいはい、ジンジンジンバブエ。はい。足立由美のお母さんを褒めてください。まあ、はい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 。確かに。うん、ああ、うん、そうだね、あの、スタイルがいいよ、まず。スタイル。あの人はスタイルがいい。天下の宝刀、スタイル褒め。いや、いいよ。あれで、なんか、娘がやっぱね、こう、いろいろこう、なんかいろいろ言っちゃう時にもね、みんながこう、マスク目行っちゃう時も、あの人がやっぱお母さんがこう、助けたみたいな。自分が脱いでね。脱いで、すごい。それに、俺はそう思った。ああ、うん、あの脱いだ偉いなって思った俺。いい。ビジュアルは？ビジュアル俺好き。ビジュアルすごいいいと思うよ。どういうとこが？あの顔の口元のあれがやっぱ口綺麗なんだな、あの人もね。うん、美人だよやっぱあの人。え、ヌード見た？見た。どう思った？おっぱいがすごい綺麗だったし。うん、スタイルがいい、すごい。
おっぱいはどういうとこが良かったの？おっぱい、うん、ちゃんと、うん、ちゃんとでしたし、あの、うん、いい、あの、乳輪の色もすごいし。いや、すごい、色っぽいよ。色っぽい、やっぱ、いじっただけある、やっぱ。いじったっていいよ、あれはすごいよ。やっぱ、それなりの完成度ですよ。ああ、そう。あれはすごい。あ、好きだね。好き好き、好き。はい、ラジオネームダッキー、小木さん、八木さん、こんばんは。こんばんは。劇団一人の嫁、うん、大沢あかね、うん、さんを褒めてください。わあ、もう基本いい、いい子だからね。あの子はいい子だし、うん、なんか、うん、いい、うん、ね、隠れスタイルもいいし、実際スタイルもすごいいいらしいしね、うん、やっぱモデルとしてもやっぱすごかったしね、幼少期っていうか、その昔はね、すごい良かったよ。だからすごい、昔のモデルとしてすごい大成功してたしね、うん、あの子は今は明るいし、すごい明るいし、今はもうすごい明るいし、そう、バカっぽく演じてるとこがすごいなと思うね。すごいいい子だよ。顔はすごい、うん、いいよ、すごい、これ顎のあたりとかすごい。顎のラインなんてめちゃくちゃいい、俺は好きなラインだよ、顎のライン、すごい好き、顎をいい顎してると思う、強そう、顎が強そう。強いんだよ、だから、まあ、あ、そう、あ、まあいいことだもんね。咀嚼がだからすごいってことだよ。咀嚼、うん、咀嚼力って。ごめん、咀嚼力に秀でてる。他のアイドル、アイドルの中で一番秀でてるでしょ、やっぱ咀嚼力。一番で、一番。そこは、ナンバーワンです。そうです。咀嚼力ね。うん。小森純とかどう？たまたまここに何か雑誌に書いてあったけど。小森純？うん。いいじゃん、綺麗ぶらないっていうか、なんか、うん、なんだろうな、うん、下品を売ってるっていうか、下品を売るっていう、なんだろうな、うん、だからそのあれを、だから、うん、いい人ぶらないっていうか、清潔感出さないところ、汚らしさを出すところ、ああいうのって俺すげえと思う、今までいなかったと思う。あ、なんか清潔感をね、清潔感出さないし、その介護分ない、うん、だから隠さないってところ、自分を、ああすげえ、なんかいいよね。顔はそんなに好きじゃねえ。な顔じゃねえんだよ、あの子は。あの子に関しては顔じゃねえんだよ。あ、そう。もう顔というよりも、もうその、全身のその、全体のその感じがすごい、そういう、いい子じゃない。やっぱ、隠さないとこがいい。いい子ぶらないとこがいいの。だから顔とかじゃないの、あの子は。あ、じゃあ性格がいいんだ。性格が多分、ああいう子は一番いいと思うよ。ああいう悪ぶる人ほどいい人いないでしょ。いい子ぶるのって絶対悪い子なんだからさ、裏では好き。ラジオネーム、いらないもんなら、いらないならちょうだい、うん、加藤ローサさんの演技を中心に褒めてください。演技はすげえ、なんかやっぱ、うん、ドラマを やるにつれてやっぱどんどん、うん、掴んできてるんじゃない、そのいろんな、うん、やっぱああいう決め台詞みたいなのもらえるってのはやっぱすごい女優だよね、そういうのはね、ちゃんとやっぱそれなりのやっぱ、うん、いい子だと思うんだよね、うん、やっぱ、うん、顔もいいし、うん、ね、いかにもだからね、いかにもそのもうハーフのいい感じの、うん、いい感じできたし、まあ演技を中心にいい感じにできた出てきたっていうかな、いい感じに出てきた、それ、いや俺好きだもん、だってあの子はすごいもう うん、絶対食わない演技をするよね、人を食わないっていうか他の役者を食わない演技、あの子はすごい他の役者を立たせるっていうの、主役だよね、主役なのに他を立たせる、うん、その他の人がいい感じに見える、うまく見えるっていうか、なんかそのすごいいいやつよ、だから他の人がうまく、だからうまく見えるって他の人が一緒に出ててもすげえあの加藤さんと絡むとすごいいい味が出るっていうの、他の人が引き立て役ってこと、引き立て役だよ、引き立て役っていうか、違う、主役なの、だから引き立て役、褒めてない、言葉が分かんねえんだよ、その引き立て役じゃねえんだよ
そのなんかまあだからそのなんかそういうこと、主役なの力持ち、主役なのにってことだよ。他を引き立たせるっていう、ああすごいこと、すごいことだね。すごい人だよ。いない、ラジオネーム減らないお金、うん、ベッキーをエロく褒めてください。ベッキーってまあいいことかって褒めることが多いけど、多分ベッキーのエロさを褒めてほしいんじゃない。ベッキーはエロいよね、あの子は。あれはエロいと思うけどな、なんだろうな、うん、なんだろう、あのエロさっていうのは見せないとこかな、なんだろうな、うん、もう唇とかもすごいいつもツヤツヤにして、なんかこう想像させるようなエロい部分をやっぱ演出してんのかな、なんかわかんないけど、実際エロいんだ。実際エロいでしょあの子は。ああいう子はものすごいなんかこう性欲の塊っていうか、だからそんな元気なのに、元気なのに性欲の塊っていなかった今まで。元気キャラの性欲の塊っていなかったでしょ。だからすごいいいとこを掴んだっていうか、いい椅子をやっぱ座ったよね。今までいなかった、うん、元気キャラなのに性欲の塊っていなかった。性欲と元気ってまた別物だったから、あすごい、やっぱすごいとこ見つけたよ。元気キャラで性欲の塊っていうのは今のポジションがある。いやすごい掴んだポジションだよ。すごいと思うよあの子は、そこをやっぱ見つけたっていうか、うん、いやいい子いい子。元気、元気って他に誰かいなかったけど、元気、元気いっぱいのなんかキャラクターの人って結構いない？なんか世の中。元気？元気印みたいな。他誰かいる？元気印のキャラなんか。いたじゃん昔で言ったら。誰だ？篠原智恵とか結構元気だったんじゃない？ああ、はい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 。でもまあ、その、性欲はなさそうな感じだったじゃん、あの子は。全然そういうの関係なく、な子供っぽくはしゃぐ感じだから、そういう目では見られてないんだけど、あのベッキーは、ベッキーはもともと性欲の塊だったからね、もともとが。それが元気ってものを身につけたんだからっていう武器を見つけたんだ。性欲の塊だった女が元気を身につけた、その鎧を。元気、元気という鎧を見つけた、見つけた、おどおど、性欲の塊が、そうなの、すごいんだよ、すごい、ベッキー、ベッキー、ベッキーを性欲の塊、すごいな、あの子はすごいよな、すごいなベッキーな、ベッキーはすごいと思うな、ああ、好き好き、うん、はあダメだ。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキー。さあ、それでは今週の、今週のじゃねえよ毎週来てないゲストは、さあ、このスペシャルウィークの特別ゲスト、博多華丸大吉さんです。どうもどうも、こんばんは。どうもこんばんは。こんばんは。すいません、はい、明日早いのに、ね、まあいやいや、起きて気づいたわ。そうだそうですか、ね、そうです。毎週金曜日は、ね、はい、関東でやってます、思いっきりポンという番組の中継、我々外回りやってますんで、はい、ノースリーブスを連れてですね、まはい、遠くに行かなきゃいけない。 AKB の、はい、そうなんです、ね、遠く行かなきゃいけないんですか。まあまあ関東近郊ですけども、まあ明日は出発7時45分ここに上がって九十九里浜に明日、九十九里週末スポットを言うてね、週末博多に帰るくせにその関東の皆さんに週末のおすすめスポットを紹介。週末は博多に帰るんですか。基本的に僕らもう半分ぐらいは福岡に行ってんすか今も。うん、帰ってるというか、仕事でね。うん、嘘、ほんとほんと、ほんと、東京でまあちょっと露出が増えたら、福岡のレギュラーが増えるという、まあいい感じで、はい、やらせてもらえる。そうですよね。だって東京で活躍してる芸人さんになるんですもんね。そう、肩書きがね。福岡じゃなくて。そう、ありがたい話。でも東京、まあ変な、その東京で活躍してなかった時にも、福岡では大スターだったですよね。そんな変わんないんじゃないですか。まあ、あの時もある。まあでもあの頃からの、なんかレギュラーが続いてる感じね。はい。で、そんなに大スターでもないからね。いや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 、あの時もうすごかったですよ。まあね、実は意外と皆さんご存じないと思います。いや、これは知らないでしょう。ねえ、実は我々と、
こちらのおぎやはぎと、バナナマンと、実は3人で福岡でね、福岡だけしか放送されないレギュラー番組を実は、あれはタイトルね、タイトルは、今夜もハンサム会。あ、今夜もハンサム会だ。そんなんだったんだね。やってましたですよ。ハンサム芸人なんて言葉が出ない頃、ちょっと時代をね、先取りしてましたね。そうすぎましたね、あれは。福岡だけのオンエアです。4本撮りね、月1回の。月1回の4本撮りですよ。あの、爆笑王がね。元祖爆笑。元祖爆笑。そうだ、なんか知らないけど一番仕切るっていうね。そうだよ、説明大変ばい。これあのね、あの全国の皆さんに、元祖爆笑王さんっていうね、放送作家さんがいるんですよね。でも当時あの僕らもバナナマンも全然そのね、あのテレビには出てない。正直まだそんなに露出はなかったですね。花大さんも福岡では有名ですけど、東京ではね、もうオンエアバトルにちらっと出るぐらい。そうそう、だからやっぱりその元祖爆笑が一番偉そうですんですよ。あの、そう、偉いと思ってましたよ。いや、本当に。思った。騙されてました、本当に。確かあの時はそうですよね。偉いと思いますよね。だって自分のコーナー持ってましたよね。そう。喋るコーナー。なんかブルース・リーみたいな格好して。そうそう。トラックスーツみたいな。師範代ってことね。僕らがいつも正座して、師匠、師匠、今日は何を教えてくれるんですか？今日はね、ノリツッコミ教えるよ、とか言って。爆笑。すごいな、すごいな、それ。なんで今考えると爆笑がそんな。そんなね。本当に。権限を持ってるんですかね。そういう。10年近く、18年ぐらいね。上京して6年目、担当ディレクターさんが元芸人さんっていうね、ヘリコプター、うん、ヘリコプターっていう鍋プロやったけど、どっかでなんか活動されてた人が、まあ芸人を辞めてテレビ局の社員になってディレクターさんになった。そういう方と爆笑がタッグを組むという。そうなん、ややこしい。逆キックね。そう、逆キック。あの番組ちょっと今見たいですね。いや、見たい見たい。すごい。もう晩年はなんかみんなでサッカーしたりしてましたよね。ああ、何もなく。ああ、してましたね。体力測定だとか言って、なんかね、わーっと終わったんですよ。あの番組では終わってますよね。もうもちろんもちろん。もちろんそうですよね。そうそうそう。なんか俺らだけ外されたのかなとか。いや、なんかほんと完全にフェードアウトしたんですよ。あの、特に終わるっていう、最後もなかった。確か聞かされないまま終わってましたね。なぜ月1回の4本撮りだったんで。ねえ、旅館みたいなところで俺なんか撮ったのを覚えてるんだよね。野球券をしたりとか、志村さんが全裸になったりとか、そんなのもありましたよね。志村さんその時から全裸とかになってるんだよね。番組の後半はもうほぼ日村君全裸でした。何から脱いでるの？バナナのなんかあのモザイクみたいなのがようかかってたのを覚えてますよ。さすがにね、この動画はね、 YouTube にも見当たらないんで。これはリスナーでもこれ見たっていう人いないでしょうね。ああ、絶対。っていうか福岡だけですからね。福岡のみで、まずそこが限定やから。しかもフェイドアウトしたっていうことは、まあ数字もそんな感じだったんだなっていう、そうなんですよね。想像もできますしね、今はね。まあでもその頃からの実は付き合いが、そうなんですよ。その時からお世話になってまして、これラジオでも話したんですけどね、あの僕らが福岡行った時にはね、すごくよくしてくれたんです。あのご飯とか食べに行ってもらったり、もういろいろ夜の街も案内してもらったりして、で東京にね、花田さんが出てくる日にはね、もう大接待するっつって言って入ってったんです。でそれ以来じゃないですか。そうよ、僕らもう上京して5年経つからね。そうですよね。あれはだってライブとかなんでしょ。そうだ、あの10年ぐらい前ですよね。あれこそ当時福岡にまだ吉本の劇場があって、で、なんか知らんけど福岡の吉本と、あの人力車さんが仲良くて、そうですよね、しょっちゅう一緒にイベントをね、やらせていただいてて、そうそうそう、流れだったな。そうそうそう、まあそれも結構爆笑が絡んだったりするんですけどね。そう、爆笑を行ったりとか、ミクサーとしてね。そうそうそう、そうよ、だからね、東京来たらお願いしますみたいな感じで、こんなに疎遠になるとは思えたか、ほんと。いや、やっぱり怖いですね。怖い。だって人力車だけでライブ福岡でやる時も、ほら全く関係ないのに打ち上げの用意とかしたからね、これ。もつ鍋屋予約して。そう、もつ鍋屋。そうだ、そうだ、そうそう。二軒目はね、ね、飲みたい人はこちら。あ、か、そう。歌いたい人はこちら。そうだ。全部してくれたんですよ。やってましたよ。それもう、なんやったら、もう最後の出れるまで渡してる。そうだ。そうだよ。そんなにやってもらったのに。なのに。人力車の芸人、それ、全員お世話になってますもんね。アンジャッシュも。全員、全員。全員。誰か何かしてもらったことあります？いや、全くです。こんなに疎遠になるとは思えない。本当に。特にバナナマンね。ひどいね。まあ、人力車じゃないけど。ああ、バナナマン。まあね、あの、僕、上京して5年で、4回か5回は一緒に仕事してるんですけど、毎回、どこ住んでんですかって聞かれて。その度に東京だよって。
ていう。このラリー5回続いてますから。もう覚える気ないでしょ、彼ら。バナナマンもそんな感じだな、確かに。だって福岡を本当に教えてくれたのは、この2人なんだから。そうなんだよね。いまだにだって俺が、明太子とかも買うのは、あの時教えてもらった明太子、いまだに俺は買って帰るんですから。ありがとうございます。そう、吉本の人でね、あの人、なんだっけ。野山さん、野山さん。野山さん。社員さんね。社員さんと一緒に行って、ね。超グルメのね、グルメの牛タン屋さんみたいな、はいはいはい、そうそうこだわりの牛タン屋ね、おいしん坊の難関下に出てきたよね、覚えてます、だから4人で飲み行ったの覚えてます、覚えてます、あの漁港のとこ行きませんでした、市場ね、市場会館、あそこ覚えてます、もう東京で築地みたいなところで夜中5時ぐらいに飲んで、朝方まで飲んで、飲んでその後あのラーメン、長浜ラーメン、長浜ね、それでスープの下に全部麺隠したね、柳木君がうまいうまいって言いながら、うまいわって言いながらスープの下にずっと沈めていって、違う、あの博多では替え玉しないとまずいとされるって言われたから、あれはね、覚えて、僕覚えてますよ、一回食ったんです、でも替え玉しないと失礼だって言うから、もう食えるのに替え玉したんですよ、だから隠したんです、スープの下押しても押しても浮かんでくる、あれはもう鮮明に覚えてる、ずーっと麺をスープに進めながら、うまいっすねって言ってた明け方に、うまいんだけど、だってあれもう、まあね、散々食べた後なんだから、そうだからね、市場で、そうそうそう、でしょ、その後のあそこでも、あそこもあれ後行ってますよ、やっぱ、あの福岡にお越しの際は、はい、行った時には、だって教えてもらったところも大体知ってますよ、あとバンバンね、バンバンで、もつ鍋屋さん、もつ鍋屋さん行ってますし、なんか今日はあれなんですって、なんか持ってきてくれた、そうなんです、本当あの今日も実は福岡で仕事で、あ帰ってきたんです、あそうなんですか、でせっかくね、あのおぎはぎさんを呼んでいただけたということなんで、博多の名産を持ってきましたよ、おお、すげえ、いいじゃないですか、毎回ものすごいなんか食べさせてくれますよね、本当、いや本当にね、はい、すいませんね、とんでもないです、すごい、このたらこはまた、ね、うん、無添加のたらこですね、これね、着色料のついてないやつ、まあご飯茶碗ね、まあご飯持って、その上にも一腹明太子を乗せるという、もうちょうどね、腹減ってたんですよ、僕ちょうどお味召し上がらんですか、これじゃちょっとすみません、いただきますね、これはうまそう、うまそうね、すごい、あ、うまい、うまいだろうね、ご飯との相性がね、うまい、うまいでしょ、明太子の香りがね、この時間たまらないんですよ、うまい、うまい、これだけで美味しいね、堀君はどうぞ、どうぞ、うまいの分かりますし、別にヤギの店もお前大好きだろ、明太子、明太子大好き、だって2人でいつもあそこの教えてもらったところで買って帰るんですから、そう、飛行機のね、空港のところで、料亭のね、はい、そうなんですよ、ただ俺今日ダイエットで、もうでも仕上がってんでしょ、ダイエットって、いや仕上がってないです、それが今食べたら多分やばいんですよ、だからこれ本当に食べたいんですけど、本当すいませんけど、せっかくだって、いやだって、いやこれ手つけない、この後だって測んないといけなくて、一口くらい大丈夫じゃないの、何グラムですよ、いや本当ビビったらもう上だけの明太子だけでもいいんじゃないですか、明太子でも全部食べたら卵でしょ、200グラムぐらいのもの、200グラム、いや結構あるよこれは、いやでも粒自体はね炭水化物だし、ご飯はね、明太子魚卵ですから、そんなこれ食べてるんですよ、通分にさえ気をつければ大丈夫です、そのほらあれも栄養はあるよ、鶏の卵1個と同じなんですよ、その粒1粒が、あそうそうそう、だから大変なことになる、はい、俺がそうこのたら明太子ちっちゃい粒が1個、そうそうそう、鶏の卵と同じだって、えそうよ、だからね、名前は出せませんけど、ソフトバンクホークスによそから来られた選手、明太子食べ過ぎて引退が早まるっていう、こういう都市伝説ありますんで、そうそう、新潟ですよね、怖いですよ、おいしいおいしいって毎日一腹食べてたら、ああ毎日一腹ダメだ、すぐ足が腫れたっていう、そうそう、うわ怖い、でもいやでも美味しいもんね、適量でいいんですよ、適量だから1本必ず食べることはない、僕もそんな毎日1本食べるわけじゃない、でも1本行きたくなんないですかこれってね、どうなんでしょう、たまに食べるからね、明太子うまいはうまいだろうな、ちょっとホントちょっと食べちゃう、もうでもやっぱ先輩ですからね、やっぱね、せっかくね、やっぱちょっと、いやだって結構ね昔からね、こう一緒にね、仕事させてもらってるけど、よくよく考えたらすげえ先輩なんだ、ものすごい芸歴で考えたら、大先輩、そうでもない、大先輩20年ぐらいですよね、でもヤギも何年、15、16年、まあ一緒ね、もうほぼ一緒じゃないです、一緒じゃないです、20年いってますよ、20年もマンションならほぼ一緒のヤギ、その築年数なんでマンションじゃマンションって3年以内までだって言っていいのは、いやでもちょっとね、いただかない、でもすごい箸で切れちゃうってすごいな、この明太子、いやうまいよやっぱ
まだまだ明太子以外もありますんで。あ、うまっ。他のお店ね、うまいでしょ。うまい、うまいでしょ。すごい。今回持ってきたのが、まあスイーツも好きだと思ったので、好きです、西通りプリンっていうね。これはまた有名なんですか。これも今福岡の RKB 毎日放送聞いてる方はもう歓声上げたと思います。よく西通りプリンをあいつら東京に持ってった。あ、本当ですか。うん、まだ東京では有名じゃない。うわ、すげえ。そういうのはいいけど、甘いんだよな、本当に。わ、俺ね、プリン大好きだ。いや、そう甘くないですよ。うん、甘いですよ。カラメル次第ですよ、結局は。大体ね、福岡でね、あの、こうやって出すものってね、まずいものが一個もない。確かに、福岡全部麺だよな。すげえだな、福岡って。だから本当、東京出てきてカルチャーショックが、はい、飛び込みで入ったお店でまずいことがあるでしょ、ありますたまに。はい、あれがびっくりするよ。福岡でまずいってそんなに。俺も福岡まずい。ないですか、やっぱ。多分ないけど、うん。並んでまずい時があるでしょ。あ、それがすごい。ねえ。はい、なんでギャグやもん。そうそう、並んでまずいってなんなんやろ、それ。バチを曰く裏切りの笑いでしょ。並ばしといて、まずい。裏切りの笑いね。レッスン後ぐらいにありましたね。あるか。まずいんかいって作るんだけど。そう。確かに行列なのにまずい。これはちょっと俺初めて食べた味だね。この西通りプリンのこの上のキャラメルソース。これが、濃厚でちょっと今まで食べたことない。で、食べ進めるほどちょっと味が変わっていますね。うん、下にこう落ちていく。これはうまいよね。確かに甘い。だつけなくてもいいわけだからね。うん、だからカロリーは低いです。いや、低くないでしょ、プリンなんて。いや、いやでもその上カラメルつけなければ、まあそれはそう。カラメルつけなくても多分すげえうまい。うん、でもカロリーとかいう問題じゃないんですよ。もう今測るから。そあ、そっか、グラスか。先の話はどうでもいいですよ。そうね、これ、すごい重いですよ。大丈夫だって、これ。ずっしりはね。ずっしりするよ。115g しかないから。115でしょ。1食べたら 10g ぐらいのもんですよ。布団ならもう軽いですよ、これ。 10g じゃない。布団ならね、クリアできないなんて最悪だよ。へえ、じゃあちょっといいのかな。それはもうミルクプリンですね。どっちがいいですか。もうミルクしかないやん。あ、ミルク。あ、これはこれノーマルのやつ。ノーマル。これなんですか。これ梅貝餅って言ってね。え、梅貝餅。梅貝餅。これ本当に博多の学問の神様、太宰府天満宮っていう菅原の三種子が祀られている、全国から受験生が訪れる神社があるんです。そこの参道で売っている名物です。梅が名物だな、そこは。これもうまそう。これ森口博子さん見たらもうひっくり返るよ。なんで梅貝餅があるとって。森口博子さんがはしゃぐと思うけどね。ああ、もうね、はい、なんか俺もこの、ま、周りの皮、ね、これが、ね、はい、初めて食べた食感ですね。へえ、お餅なんよ。香ばしい餅って焼いてるから、焼き餅にあんこを入れてる。こういうのって大体ほらね、食べたことあるようなものが多いじゃないですか。はいはいはい、ね、あのお土産って。そうね、すごい。そんな皮が初めて食べたことがある。できればね、冬ストーブの上に乗っけてね、テレビでも見ながらちょっと温めて食べると最高にうまい。これだからもうすごい昔からあるやつですよね。昔から、もう空港にも売るよしね。美味しいんだ。食べた方がいいよ。いいよ、これは帰ってから重いし、やけに重いし、これ。重いのがなんか持ってる。あ、じゃあ軽いの。測るのやめてもらえます。次軽いよ。もう一個最後、これ鶴の子という。あ、軽い。見て。うん。マシュマロが軽い。マシュマロやから。マシュマロの中にそういう。でも軽いのって、軽いの食べたら本当にあの体重って増えないですかね。その軽さだけですよ。ただそれ甘いから水飲んでしまうっていうパターンがあるんだよね。そう、我慢すれば軽いままだと。軽いままで終われるんだ。だってそれが体に入るだけなんだから。じゃあ絶対太らないってことじゃん、これだったら。体重はだからその分しか増えないってことですね。これマシュマロなんすか。そうそうそう、マシュマロがこんな高級な和紙みたいのにくるまって、これ高級なお菓子ですか。何ですかこれ。何ですかこれ。これ昔からあるね。これも昔から鶴の子なんよね。ちょっと説明が、マシュマロの中にちょっとクリームが入ってる鶴の子。いただきます。おっ、大胆にいったね。実は中に結構な、はい、あん的なね。あんか。これは重たいでしょ。大きく重い重いです、これは。うん、これ結構なグラム。重いな。もう結構な入って、確か重いよこれね。あると全然違う。見ると重くなるのね、急に。いや、これがないと上軽かった。夜食をいっぱい持ってきて。いやいや、とんでもない。本当ありがとうございます。お時間ですから。いや、うまいわ。うまい、うまい、最高だね。よかった、よかった。まあ軽く食べながらやろうよ、じゃあ。いい、そういうのは悪いからいいよ。悪いからだよ。食べない方が悪い。ここそうが悪い。申し訳ない。食べない方が悪いな。さあ、ということでね、はい、花大さんに
お土産ももらったってことで、はい、まあいろいろ今日メールも募集してますんで、ああそうですか、はい、あの聞きたいこととか、うん、ありますかね、そんな、いやだってこれだって意外に俺びっくりな人多いと思うんですよ、僕らと、あの花丸大吉さんがそんなに昔から知り合いなんだ、そうやろね、絶対知らないと思うんですよ、そうやね、はい、で今仕事でもそんなに、ね、まあ正直、ね、たまにすれ違うぐらい、ね、そうなんですよ、だからでひな壇でもね結構2人はもう前の方におるから我々後方のひな壇から届かんのよ、そうそう、多いとこにいるのがスタジアムの、そうだそうだ、あったな、じゃあその辺もいろいろ今聞いてますんで、あらちょっと一旦 CM 挟んで、はい、その後お聞きします。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキン、あ、体重計届いたみたいです、あら、来た来た、何キロ、69キロ切らなきゃいけないです、でも身長いくつかね、178です、まあ、そりゃ結構でも、78キロぐらいあったんだっけ、もともと81あった、うわよう痩せたね、でも、よう痩せましたよね、それで今日が、期限の日なんです、どれぐらいかけて、何ヶ月、1ヶ月ぐらい、1ヶ月ぐらいですかね、うん、はい、だでも今お腹空いてない、俺超お腹空いてると思ったんやけど、はい、なんか熱が回んないですもんね、みるみる元気がなくなっていくから、はい、食べるもう、いやだから測ってからまずしていいですか、それはケーキ漬けにっていう、何のケーキなんですか、まだ乗るぞっていう、あ、来ましたよ、だからこれね、ほんとね、さっきとかやばいと思うんですよ、さあこれちゃんとデジタルのやつ来ましたよ、これずるいじゃん、これ汚いよこれ、わーっていうかね、これ何、こういうやつね、うわー、うわーやだ、え、ちょっと試しに俺が触ってみますよ、うん、やぎはいくつ、 60.45 キロ、うん、でこれ多分服着てるから合ってるわ、だいたい最近は裸で測ったら60キロちょっと切るぐらいだから、ああそう、うん、ペドルもこれが1キロ行ってんの、いや、そんなないやろ、何でもないです、え、服は脱ぐ、いや、いいの、どっち、いや、1.3 なんだよ、これそれ引けばいいじゃん、じゃあ 1.3 もないんだよ、お前 T シャツと短パンじゃないかT シャツと短パンで 1.3 もあるわけないでしょ、これも裸になった方がいいよ、これでも69を切ってなかったら罰ゲームで、はい、小指、この1年間小指伸ばしから、いや、これは本当大変ですよ、これ大変ですよね、うん、いやこういうペットボトルの中に貼ってるあの応募シールとかを小指の爪を使って剥がさなきゃいけない、うん、これなぁ増えるもんなのかな、えだからね、10時ぐらいの時にはもうちゃんと切れてたんです、うん、おー、そうなんですね、はい、うん、さあそれでは小木さん、怖い怖い、これこれじゃ、まあいいや、ちょっともう時間がないですよ、もう、うん、もうないよ時間ないよ、本当そうだ、なんもない、あ、本当やばい、それはトイレ行く時間もないのね、小木さん、はい、体重計に乗ってください、怖い怖い、どうぞ、怖いよ、これ1ヶ月苦労したんだから俺、え、何、お、どうなってる、うわー、うわー、すげー、大幅 67.7 キロ、うわー、すごい、すごい、逆に軽くなってる、うわー、すげー、おめでとう、もうおめでとうっていうかびっくりしたよ、10時の時よりは軽くなってんだよ、いや、ということで罰ゲームなしです、小指の爪は、うん、よってあれですね、以前同じようにね、このダイエットの厳しい試練をクリアをした、はい、ディレクターヒゲちゃん、はい、とお互いのあの健闘をたたえて、うん、今履いてるパンツの交換を罰ゲームじゃん、それは違う違う、来てほら、うわ、来た、すげえ臭い癖だ、さっきどういうことですか、どういうことですか、違う違う、何のルール、あのユニフォームとかやるじゃないですか、サッカー、うん、あるある、たたえ合ってね、たたえ合ってよ、うん、うわー、もうすげえ臭いんじゃん、もうやだよ、もうやだやだやだ、もうそれやだ、もうだからさ、履き替えてください、履き替えてください、性病だったらどうすんのこの人が、あ、それはない、だってそういう怖いよ、一番言っちゃそうじゃん、いや、そういうのない、はい、さっき本当真面目な顔で打ち合わせしたね、うん、ディレクターさんが2時間後に俺チンコ見せると思った、嘘でしょ、確かにね、それが急にチンコ、ものすごいチンコ見せますよ、ディレクターが、履き替えてください、なんで、いやだってたたえ合った方がいいよ、いや、ユニフォーム交換ですよ、汚いもんこの人の、うん、確かに汚い、汚いもん、送られております、わ、すごい、お腹ぺっちゃんこ、うん、
だってパンツ自体がもう汚いじゃん。67.7 ってすごいよ。ちょっと待って、なんで上脱いでるの。なんで上脱いでるの。皮もかぶってるしさ、この人靴下のみって。バイキン大事でしょ、チンコだって。そしたらそんな皮かぶってたら汚い。いや今剥いてもなんか汚いよ、もう毛が時間がない、時間がないって。そんなことない、別にさ、テレビじゃないといいでしょ、こんなもん。別にラジオでさ、はい、でもしっかりと今交換が行われてますよ。いい試合でしたね、カメラさん。いい試合でした、素晴らしいんで。すいませんね、花丸大吉さん。いいえ、また4年後ということで。はい、それではお二人ともありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しました。じゃあこの辺でちょっとコーナー行きましょう。はい、小木の美学。さあ、このコーナーはリスナーから様々な美学を募集し、その美学がかっこいいかかっこ悪いのか小木さんにジャッジしてもらう。はい、ねえ、小木さん、このお手元のボタンで今日も判定の方に行きますね。はい、今日も行きますよ、ビシビシ。はい、はい、それでは早速参りましょう、はい、ラジオネームあなたの肉野菜。催眠術に引っかからない。確かにね。あげ一回が伝わるもんね、やっぱね。やっぱ一回ぐらい呼ばれますもんね。ねえ、それはゲストに呼ばれていっぱいね、はい、あの出てた時期だってあるわけですよ、うん、あの何でもかんでも、はいはい、レギュラーなんか一本もない時はやっぱゲストにいっぱい出ますから、はい、うん、はい、それがね、呼ばれないわけですから、ね、でその時なんていうのは、今はほらいろいろこうあるからね、はい、例えばスケジュールが無理だったりとかっていろんな弊害もあるけど、うん、当時はないわけですから、うん、スケジュール NG っていうものが、はい、1回もないんだから。そう、1回もない。絶対来ないんだから、うん、あいつらが催眠術にかかるわけがない。そうだ、ね、そこでちょっと笑われたりしたら一番やばいわけ、まあね、やばいよ。実はもうそれ放送作家としてまずブッキングしないでしょ、まず。最悪です、そんなもんね。え、はい、俺らの名前なんか上がるわけないでしょ。上がるわけない。壊されるもん。確かに壊されるな。クスクスさ、工務店さんばりのクスクス笑いしちゃうもんさ。催眠術かけられてる時に。確かに、俺も超下手だ、下手だろうし。下手だぜ。超下手だと思うよ。催眠術。ねえ。下手だよな。小木が一番下手なのは、俺多分、催眠術をかけられて、例えば鶏になるとかって言った時はまだ下手でもいいんだよ。うん、まあ。一番下手な時、はい、解かれた時の顔。あいつ、あの、ね、催眠術を解いた時のね。解かれた時の、とぼけ顔。あの、パンが叩かれて。あの顔下手そう。ああ、できないなぁ、多分。俺、あれが一番プレッシャーがかかる。そう。俺までやってる時は芝居だっていうことで、まあ、役者になっていろいろできると思うの。犬になったり猫になったりとか、うん、やっぱはい3秒前3秒前と言われへんの。違うよ、123はい解きますよ、123はい、やった時の顔、あの今まで何だったの見た時の顔、あれできないぜ。確かにそうだね、素になる顔って難しいな。素になる顔できない。俺だからいつも芸能人があの催眠術かかった時、あそこばっか見てんだから。かかるになったから。かかりますよ。いや、それはそうですよ。だってあれは、うん、まあまあ、それは別に信用してるわけじゃないんだよ。ちゃんと医学でもあるわけですからね、ああいうのはね。だってそれはかかるよ。治療はね。ただ、俺たちはタイプ的にかかんないって笑っちゃうから、まず。かかんない、かかんない。でしょ、そうね、かかる人とかかんない。だってさ、勝俣さんなんてさ、うん、あ、そうだよね。あれなんだよ。うん。催眠術、あの、乗り物酔いがやばいの。すごいんですよ。で、ね、催眠術かけてもらった10年前に、乗り物用意しないように。そっから、乗り物用意しないって、今、解いてないんだから。まあ、解かれてない。解かれてないんだ。そのまま。だからもういいっす。だからもう一生大丈夫、解かれるまでは。うん、すごいっすよね。だから、10年がかりで、今度だから俺ね、一番酔うさ、飛行機が一番すごいって言うの。だから俺飛行機乗ってる瞬間解いてほしいね。いきなり、うーって吐いたら面白いよ。確かそうだね。俺もそうだな。そうだよ。うん、してほしいな。いや、だってさ、本当にかかればさ、
それこそバイアグラとかもいらないよ。あ、そっか。あと一番俺がいいなと思うのはセックスレス。そうだ、そっちも。人っていうのは女のもう奥さんが長く連れ添った奥さんだから要は体に飽きちゃったとかそういう理由が多いわけじゃない、うん、はい、うん、もう興奮しやがりだった。でも奥さんの体が一番エロい、世の中で一番エロいっていう催眠さえかけてくれればセックスレスはなくなるんだよね。そうね、みんなそうすりゃいいんだよ、みんな。確かに俺もだからね、セックスレスの人にね、その催眠術一生かけておけば一番いいんね。それすらもうかかりやすかったりなのね。浮気もなくなるでしょ、だって奥さんの体が一番エロいんだもん。そうだよね、うん。でも引っかかるのは何なんで、これ美学的にやばいの。美学的にはちょっとなんだろうな、かっこ悪いよね。だからとにかくね、なんかね、そういうかかる人っていやいや、まあそのね、俺の勝手なイメージだと、なんかそう弱い人、弱い人っていうかね、まあまあ、なんかまあまあその本当に嫌だねお前の言い方ってね。素直な、うがったの人なの、お前は。すごく性格が、うがった考えなの。素直な人っていうのは、言われたことを素直に受け入れるっていう心が綺麗なの。いい、かかる人っていうのは心が綺麗なの。まあね、弱い人じゃないよね。弱い人。間違えたよ。そうそうそう。お前は自分のことを絶対、まあお前っていうか俺もそうだけど、俺たちって自分のことを絶対だと思ってる節があるから、自分のない人は平気で弱い人とかって言っちゃうけど、自分、あれだね、やっぱ、おぎは俺の鏡だね。あのね、俺の振り見て。合わせ鏡。そう、合わせ鏡。だから、自分でそういうこと言っちゃうんだけど、おぎのことを聞いてると、フラットに聞くと、俺もそういうこと言ってるから、なんかわかる。ああ。言ってる意味もわかるけど、フラットで聞いてみると、わかる。なるほど。うん。俺たちって、合わせ鏡だな。いい言葉だ、それは。なあ。いいね。うん。続いて。はい。ラジオネーム、マイペース小僧。はい。ブサイクと一緒にいるときも、堂々としている。あげ。これは、どっちの判断なんだろう。まあ、通りでございます。そうですよ、かっこいいですよ、そっちの方が。コソコソしちゃダメ。コソコソなんて一番ダメじゃん。あ、かっこいい。うん、なんだろうね、やっぱそういう見た目で選んでないっていうのがやっぱかっこいいのかな。なんだろうな、よく男の人って一般的な意見だと、いい女連れて歩きたいっていうね、あのよく言いますね。いい女連れて歩きたいっていう願望があるっていうじゃない。うそうだね。ねえ、うん、それない、まあ、その願望ないの。あの俺の田舎の、うん、あのまあいとこ、うん、まあ福井でさ、うん、もう俺と同い年なんだけどさ、うん、ものすごい田舎臭いの。田舎臭いの。田舎臭くてもう洋服とかもまあ男女の人で。ああ、女の人で、もうやばいんですよ、うん。でそれがなんかもう10年ぐらい前の話だけど、それが東京に来るから案内してって言われた時に、うん、ちょっと会った時びっくりしましたよ、やっぱ来て。うん、でちょっと恥ずかしいなと思ってたけど、うん、なんだろう、途中からそれが急にね、うん、最初恥ずかしくてね、こそこそしてたんだけど、うん、なんか急に吹っ切れて、うん、なんか心地よくなんだよね、ブスっていう変なのを連れてると。俺はなんかこういうのを連れて歩けんだぞっていう、なんかなんだろうな、うん、どうするとかっこよく見えるっていうか、急に思えたんだよね、そういう風に。あ、なんだろう、説明がね。むしろいい女連れて俺かっこいいでしょって言ってる方がちょっともした。うん、そうだね。あ、なんかこう堂々としたいんだよね。なんだろうな、それなんかすげえ男尊女卑な。まあまあ、なんかそんな感じは今聞こえちゃいますけど、ブスを連れてる俺ってかっこよくないみたいなのって、そういう、まあ、うん、こそこそはしたくないんだ、とにかく。うん、だから言い方だな。そうね、言い方ね。それは、うん、言い方だな。それ、おぎの言い方だと悪いけど、うん、普通にもっと素直な言い方したら、何にブス連れて恥ずかしいって言ってる意味がわからない。だってこの人のこと好きなんだからっていう。そうなんですよ。ことでしょ？だとしてかっこいいじゃん。ブスに見えないってことですね、うん、だからね、自分ではね、うんうんうん。いい言い方するとね。うん。うん、かっこいいよね。だからさ、まあ、これまた変な言い方になっちゃうのかわかんないですけど、うん、あの洋服とかでもさ、うん、すんごいなんかこれやばいなっていうダサそうな服とかで、色使いとかなんかわかんないけど、デザインとか、うん、あれはやっぱ堂々と着てるとすげえ洒落てる、かっこよく見えるじゃない。
ただちょっとなんかこれ合ってないなって自分の中でちょっと思ってる、うん、思ってる人ってやっぱこうダサくなるじゃん。でも工藤公康あの西武の、はいはい、元西武のピッチャーの、はい、がいつもあのグーフィーのセーター着てたじゃん、うん、思いっきりあのグーフィーのさ、はい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 、あれ堂々と着てたけどあれいいのかっこいいのよ。どうまあ堂々と着てたあれ本当に堂々と着てましたね。堂々と着てた本当、うん、のわりにはかっこ悪いけどね堂々と着てたならねおかしいな俺のなんか考えと違うな、うん、あそうなんか堂々としてると急になんかかっこよく見えんだよな、うんうん、なるほどね、はい、ラジオネームさっさ28、うん、曲は全部知ってるけど、うん、そのミュージシャンの顔を知らない。曲は知ってるけど、うん、顔を知らないが、うん、だけだけ、うん、あげ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 ないな、ね、別になんだろうな、うん、顔を知らないって別に そんなことばっかだしね。そんなの多くない実際。うんまあなん何まあ俺もまあ病気の医学的にはやっぱないし、ね、ないんだよね。うん、うん、やっぱ知った方がいいね。知ってた方がそれはいいでしょう。うん、うん、なんかさなんかこうなんだろうな。あそうだよ。だって顔を知らないっていうか例えばビートルズの曲全部知ってるけどビートルズ出てきたら顔わかんないってこと。そうそうそう。あと名前を知らないとかってちょっとかっこ悪い。かっこ悪いよね知らないのってね。そうだよね。ヨン・レノンとかポール・マッカートニーは知らないんでしょ。だってそうだよね。やっぱりローリングストーンズ全員名前言えるからかっこいいじゃん。そうだね。とか、うん、例えばミック・ジャガーとキース・リチャードぐらいまで知ってるけど、うん、そのドラムのチャーリー・ワッツ、チャーリー・ワッツ、その辺とか、うん、そうとか、もう知らないとなんかローリングストーンズ、そうなんですよ。顔がやっぱ全員知ってないとやっぱダメですよね。そう、じゃあダメ。ダメダメ。全然ダメね。ダメ。もう問題外それは。ラジオネーム763、はい、ラストのオチが分かった映画は10分前にそっと席を立つ。10分終わる10分前ぐらいね。うん。こっちが終わったね。うん。あげ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 。ないなー。うん、ねそこはね。俺もこれ補えないなだと思った。うん。そうですよ。そう。芸人はね。うんオチが分かったって言われるのは大嫌いなのね。昔よくアンケートっていうのを取っててね、ライブとかで。ライブでね。そう。でね、いるんですよ、アンケートにね、偉そうに書いてくるやつが。途中でオチが分かったって、嘘つけっつって。お前、オチが分かったわけないだろ、これ。そうなの。何がオチが分かったんだ、何がオチが分かったんだよ、多いんですよ、ほんとこれ。オンエアバトルのさ、そうそう、オンエアバトルのね。感想のところのあのセリフ。なもうオチが読めたって、ね、オチが読めたってお前にオチが分かるわけないだろオチまでは良かったんですけどもみたいなね。途中までは良かったんですけどオチが途中で読めましたって。分かるわけないんだよ本当そうだよ。だからこんなもんは俺からしてみたらおぎ、ね、これは荻野美学ですけど、そうそう、映画監督に失礼だよ。そうなんですよ。ちゃんと最後見ないと作品ってそういうもんですよね。そう、映画とかはちゃんと見ないとダメですよ。そうですよ。確かに、ね、うん、オチがすごくオーソドックスな、分かりやすいのありますよね。ものもあるけど、だけど映画なんていうのはオーソドックスなオチだってすごくいいものいっぱいあるんですよ。 その見せ方だからね。ね、カットとかでもね、ね、うん、待ってましたってオチだけど見せ方ですごく良くなるんですから。全然違うんですよ。全然 何を言ってんだ確かに何言ってんだ本当に。問題外それもダメ、まあ、これはもう同じなものを作る人たちとしてこれは絶対に共感しちゃいけない。何を言ってんだラジオネームミスタープリンセス、はい、エレベーターで知らない人と一緒に乗り合わせ、自分の方が先に降りるとき、去り際に閉まるボタンを押しながら出ていく。うん。あげ、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 あげ。ないなぁ。うん。ない。うん、まあ確かにちょっと、まあ、一瞬かっこいいと思ったこともありますけどね、おっさんとかが、まあよく閉まるボタンを押していくけど。うん。でもそんなないんだよなぁ、あれが。うん、別にいたな、うん、なるほど
ね。別に何とも思わないな、あれは。何とも思わない。何とも思わない。別にやってもやらなくてもいい。うん。特に。で、やってる方が、なんか押し付けがましい的なのもちょっとあるね。そんな変わんねえし、その病的にね。そこ押したか押さないかとか。あれでもなんかでやってたら、意味がないって。でしょ、なんか意味ないでしょ、あれって。よくバンバンなんか出るぐらいでしょ。最近のエレベーター意味がないって言ったのかな。なんか降りるときにもうセンサーかなんかでもあれなんでしょ、うんうん、だから そう通ってるうち通ってるときにいくらそれが閉まる押しててもセンサーで閉まらないわけだから意味がないっていう、うん、でもまあこのなんか気を使ったっていうこのことだろうね。その早く閉まる閉まらないじゃなくて降りるときに気を使ってますよっていうこの気遣い、うんうんの美学の方じゃないこれは、まあ、それは別にないですけどね。ないの全然それは、うん、いやいいですよ、うん、ないね。ラジオネームライオネス先生、はい、心霊スポットに行った時、うん、一番最初に気分が悪くなる。ないなあ。確かにそれは分かる、うん、分かりますよね。分かる、なんか言わんとしようだ。分かる分かる、うん、注目もされるしね、そこでね、気分悪くしとくとね。なんかかっこいい感じがするよね。そういうのに敏感な人ってね、分かるんだけど俺は逆、真逆だもんな。そうだよね。全く怖がんないっていうのが荻野の美学なんですよね。そうだよね、全然ヘッチャーでいっちゃうみたいな。確かに荻野の美学あったね、それは、うん、全然怖がんないもんな。全然、まあ、あんな人で行っちゃうから。いやもうほんとさ、心霊スポットなんてね、俺ら、まあ、どこの地方もそうだと思うんだけど、はい、免許取り立ての時なんて行くとこなんか心霊スポットかラーメン屋しかないわけないんですよ。ドライブがあってガテラ、うん、でもまあよく言ったけど荻は怖がらない。誰もが行きたくないっていうところ一人で行って3階まで上から手振る男だから。そうよそうよ。全然何がとか、いいよ荻の横に立ってるよとかってちょっとビビらそうとしても、あそうなのっつって肩組んだりするよ。そういうね、それこことかって、そうそうそう、すげえそれが逆にかっこ悪いと思うんだけど。確かにかっこ悪い。強がってるところはすげえかっこ悪い。確かに今聞くとかっこ悪いけども、なんかやっぱ怖がんないっていうのは美学なんだよな。まあね、幽霊信じないっていうのはやっぱあれなの。そう、そこなんですよ。実際信じて、まあいたらいたでいるとは思うんだよね。でもやっぱいるってはっきり言うのが恥ずかしいから、うん、いない信じない方でやってますよ、一応自分の中では。そっちはかっこいいからやっぱ、あ、うん、あんなにオカルト研究家なのに。そうだからやっぱ本当のそこにあるものは、うん、もう本当信じてるんですよね多分ね。でもやっぱこう嫌、うん、だよね。スピリチュアルと理由よりは違うんでしょ。まあ、俺の中ではそんなわかんないんだ、その辺のあれが。あ、そう。もう、どっちも一緒で、どっちも信じてますよ、本当は。ただ、それを絶対言いたくないってから。信じてるってこと。やっぱ科学の方がかっこいいってことね。かっこいい。さあ、そうでしょ。ああいう番組とかでも科学の方が全然かっこいいじゃん。ああいう信じてる派と信じてない派の。それは多分、うん、大月教授自体、ニラサワさんを見過ぎだと思うんだよ。確かに、ニラサワさんがあのイメージ作っちゃってるんだよね。ニラサワさんが弱すぎたんだよ。弱くてさ、言ってることがひどいんだもんね。ひどいんだよね。あれでなんか、信じてるのがバカっぽく見えちゃうんだよね。そうなんだよな。そう。ニラサワさんのせいなんだよな。うん。ラスト、ラジオネーム、パンザー、はい。ハムスターそのものも、うん、ハムスターを飼ってる人もまとめて下に見ている。ハムスターハムスターそのものと、ハムスターを飼ってる人を、もの自体を下に見ている。うん、あげ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 。ハムスター、うん、そうなんだ。もう実際自分で飼ってたしね、ハムスターね。本当に下で見てんのは本当インコだけだよ俺。インコだけはなんか超今もう超下に見てるから、そこに飼ってる人ね。インコっていうよりも飼ってる人だから。本当に本当に下に見てんのはインコだけだよ。今インコかよってすげえ思うんだって。俺が本当に下に見てんのインコだけだよ。お前インコ飼ってる人いっぱいいるよ。いるのかな、まだいるよ。いや俺が小学校の時って当たり前だったのインコ飼ってる。なんかね、飼ってた、うちも飼ってた、うちも飼ってたのインコ。途中で急になくなったのに、ゼロもういなくなったもんね。あ、今飼ってたら超嫌じゃん。
インコ、そんなことない。だからそれは荻野美学、それは荻野美学だから別に、まあ、荻がどう思うか勝手だけど、そんなことはないと思う。俺は本当にインコだけは、まあ、ハムスターはお前かつたら知って、ハムちゃんね。そう、ハムちゃん、あのハムちゃんの有名な話あるもんね。そうなのよ、うん、それもハムスターも可愛いっていうか、なんだろう、あんだよね、なんかね。まあ、荻野ハムちゃんの話は感動的だもんな。うん、帰ってきた、ね、帰ってきた話、ハムちゃんが。何年後帰ってきたんだっけ、あれ。あれはね、でも小学校4、5年生の時に、逃げちゃったんですよ。カゴから出した時に。4、5年で逃げたんだよね。小学校4、5年。うん、だ 10歳ぐらいの時かな。うん、で、俺が仕事してる時だからもう20過ぎてる。21とか2ぐらいだよ。12年後ぐらいですよ。だ俺もすっかり忘れてない、ね、ハムちゃんの存在を。夜道俺自分中へ帰るときに、もう実家あったんですけど、その一戸建ての家の玄関の前で、家を懐かしそうに見てたんですよね、うちのハムちゃんが。お座りして、あの逃げた時のハムちゃんの大きさは手の上の上だったね。手の上ですよ、あの、まあ、普通のハムスターしたら、ね、どのぐらい、5センチ、はい、あ、10センチないぐらいか。で、12年後に、ね、荻の家の前で寂しそうに、あの、はい、懐かしそうに見てたハムちゃんどのぐらいあったんだっけ。まあ、柴犬ぐらいだね。大きく、いや、大きくなるんですよ、ハムスターって本当に。なるの、12年後に。荻原のメガネリーキー。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。あ、今週も我々に、はい、うん、まあ、批評のメールが来てるみたいなんで、ちょっと聞いてみましょう。こんばんは、 TBS アナウンサーの松田直弘です。週刊おぎやはぎ批評、この時間は聴取者の皆様から寄せられた番組へのご意見ご要望を紹介し、より良い番組作りによる放送文化の向上を目指し、パーソナリティであるおぎやはぎへ自己批評を促します。本日も素敵なピアノの演奏とともに皆様からのメッセージをご紹介いたします。では最初のお便りです。最初のお便りですからいいのよ。千葉県船橋市、木下文さん58歳、女性の方からいただきました。ありがとうございます。毎週楽しく聞いています。こういったことをお送りするのは本意ではございませんが、今回ばかりは腹の虫が収まらず、いたたまれぬ気持ちで送ります。やばい、なんだろう。先週の番組終盤、体重を測り終わった小木さんにスタッフの方が履いておられた下着をお渡しになった際、小木さんはまるでラジオがテレビより格下であるかのようなひどい発言をしていらっしゃいました。小木さんのテレビじゃないんだからいいじゃんこんなのラジオでさあという発言は、私だけでなくリソナー皆さんを傷つける発言であると思います。リソナーはね。それに下着を受け取っていただけなかったスタッフの方も気の毒です。時間がない。続いてご紹介します。東京都三鷹市、はるっぺさん、高校2年生の男性からいただきました。ありがとうございます。矢作さんは最近ドラマとかで忙しいせいか、お笑いの腕が鈍っていませんか。先週のエンディングで小木さんのダイエットが成功した時のことです。大吉さんが花丸さんに対し、いい試合でしたねカビラさんとお決まりの振りをして、花丸さんが素晴らしいんですクーというここ一番の掛け合いをしてくださいました。しかし MC である矢作さんはそれを全く無視するどころか、カビラさんのキャラになりきっている花丸さんに対し、すみませんね花丸大吉さんと、お笑い番組ではありえない返答。交換が行われてますよ。いい試合でしたねカビラさん、いい試合でした、素晴らしいんで。
すいませんね、花丸だけさ。いいえ。熱があったとはいえ、矢作さん、一体どうしちゃったんですか。スクール JCA に入った方がいいんじゃないですか。週刊おぎやはぎ批評、今週はここまでです。これはね、知ってますよ。僕ね、今これ聞いて初めてモノマネしてるの知った。全然聞こえてなかった。全然聞こえてないこれ。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキさあ、はい、ということで、まああれのおぎあれでしょ、あれ言ってたんでしょ、うん、なんですか。 AKB のじゃんけん大会行きましたよ。 AKB 珍しいね。これ初めてですよ、ああいうのに行ったの。うん、だよね。そうだってマスカッツのライブも来ないのに。そうなんですよ。だからもう AKB はでももうずっと前からそういうふうにやっぱいろいろ言われ続けてきて、まあいろいろとこう無理で、うんうん、でも一回ぐらい見とかなきゃなと思って、うん、番組もやってるし、そうそう最近仕事でねよく会うし、うん、でまあスタッフさんからも一回とにかく一回見てくれって言われてたから、それ、うんうん、ね、もうテレビでも見たことないぐらいの AKB って俺、歌ってるとことか、曲はあれは知ってたんだよ。なんだっけ、会いたかった、あれだけ知ってて、歌ってるその曲の歌ってるのも見たことないぐらい AKB を知らないの。姿わかんねえんだ。そうだからさ、行ってびっくりしたね、ファンの数っていうか熱狂ぶり。日本武道館でやったんだけど、うん、最初にまあこうじゃんけんだよ、たかが、うん、ね、うん、じゃんけんのイベントにものすごいお金かかってるわけ、うん、でほんとプライドのような感じで、ドーンとかあんの、ドーンってなって、うん、でも一人一人紹介していくんだけど、その時のもう声援がもう地響きよ、武道館が揺れるの。俺あんな盛り上がったライブっていうか、うん、イベント行ったことない。だって沖縄ってコンサートすごいいっぱい行ってるじゃない、うん、あれマイケルも行ってるし、はいはい、ポール・マッカートニーも行ってるよね、ローリングストーンズも、ローリングストーンズも行ってるよね、 U2 も行ってますよ、 U2 も行ってんじゃん。そうよ、そんな、もう、目じゃない、そんなやつら。そんなやつら、もう、全然だよ。目じゃない、盛り上がりは。あ、そう。うん。全然 AKB の上。びっくりした、じゃんけんの凄さ。じゃんけんの凄さにびっくりしたの。じゃんけんであんな盛り上がるんってさ、ああね、ああ、ニック・ジャガーとポール・マッカートニーがじゃんけんのとこでそんな盛り上がんねえよ。まあ、それはそうだろうな。全然盛り上がんないと思うよ。盛り上がんないと思う。もうその一喜一憂がすごいもう、ものすごいんだから、ファンはやっぱ応援してるわけだから、そのじゃんけんのその一瞬のその勝負、はい、うん、ものすごいそこにやっぱ力入れてくから、自分の応援する人はやっぱセンターに、やっぱね、行ってほしい。そうだよね。だってじゃんけんで勝ったらセンターなんでしょ？そう。すごいじゃん、こんなチャンス。うん。で、まあ、今回はですね、また今回、その、選ばれた人がすごいからね、この、うん。なんだっけ、この、名前、内田、うん。真由美さん、16歳。うん。この人だってもう選抜メンバーって、その16人の中にも入っておんないし、うん。そういうもう、AKB のなんだろう、そういう、48の中にも入ってないような、うん。俺、それに詳しく分かんないけど、うん、入ってんだか入ってないか分かんないけど、うん、まあ、そういう、選ばれたことないような人が初めて、うん。メンバーに入ったどころか、うん、センターですよ。これ本当アメリカンドリームっていうか、ものすごいことですよ、これは。それってさ、どうなの？じゃあそういうあんまり有名じゃない人が、うん、センターに選ばれた時の周りはどういう、なんなの？それとも、お前なんかセンターじゃねえよとかっていうのか、それとも応援なのか、どっちなの？応援っていうか、やったーの？やったはないよ、それは。やったはないって言っても、でもそこでブーイングもないよ。あ、結局皆さんやっぱ AKB のファンですから。ああ、そっか、誰が嫌いとかないんだ。ないんじゃないかな、多分ね。あ、だからもう選ばれた、そこ決まった時点でも、うん、ちゃんと拍手も言ってますよ、この子に対しては。ああ、うん、あ、1個メール来てます。ラジオネーム、はい、ジャーゲジョージ、小木さん、八木さん、こんばんは。水曜ジャンクで南海キャンディーズの山ちゃんが、うん、じゃんけん大会で AKB ファンから大ブーイングを浴びたと言ってましたが、小木さんから見てどうでしたか？いやー、もうだから、ね、よく噂には聞いてるじゃん、その、山ちゃんは。山ちゃんは AKB ファンから嫌われてるって、ね。嫌われてるとさ、で思っ
ったんだ。やっぱすごい嫌われてんのね。びっくりした。あ、こういうことだと思って。そんなにヤバいの？もう出るだけでボーイングだもん、もう山ちゃんいるだけで。それはさ、プロレスなんじゃん。うん、あのアメリカのプロレスでも、まあ、日本でもそう、ヒールの、はい、もうみんながその嫌いって言うんじゃなくて出てきたらブーってやるのがお約束的なブーイングと、うん、もう本当に憎しみのブーイングどっちなの？まあ憎しみじゃないかな多分ね。本当に嫌われてる、嫌われてんじゃない。で、あの審判やったわけ。あ、じゃんけん大会の、うん、で審判ってね、やっぱまあいろいろこうまあいろいろ聞いたんですけど、周りからね、うん、でまあその山内の審判はこうじゃんけん、まああの腕相撲みたいな感じの、うん、もう真ん中にね、うん、立って、うん、でお互いをこう、うん、手を出すわけじゃん、じゃんけんで、はい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 、その時にこう手を、まあそのメンバー手を掴んじゃうんだよね、うん、掴むこう手をじゃあこう出してくださいみたいな、うん、掴むわけじゃん、掴むの、そこでその掴むために、うん、白い手袋は絶対つけてなきゃいけない、うん、これがもし素手だった場合は本当やばいんだって。山ちゃんが素手でもし触ったら、嘘だ、その手袋の重要性すごいんだって。だからそのぐらい言ってたよ、周りの人が。あれは手袋しないとやばいんですよ、もう素手でもう触ったら殺すぞって。そう、そういうもうレベルなの。お前が何素手で触ってんだと。あ、本当だ、白い手袋してるでしょ。これがもうあるとないと全然違うんだって。へえ、殺されちゃうぐらいすごいんだよこれ。だからマジで、だからそれで触ってた、それで触ることはあんまできないんだけどね、山ちゃんの場合は。でも手袋だから、まあ審判だからって感じで。ちょっと、あ、そうなの、うん、すごいよ山ちゃん、本当かわいそうだよあれ。見てて本当にかわいそうじゃん、本当かわいそうだった。そんなに好きなのに一生懸命やってんだよ、ね、審判も。でも同士じゃん、ファンからしたら同じじゃない、うん、立場、うん、なんでそんな嫌われんの。ね、だから近くにいるからじゃない、山ちゃんがあんな感じの人が。へぇ、ほんとかわいそうだよ、ほんとかわいそう。 AKB を素手で触っちゃいけないんだ。いけないんだって。もうそうやって近寄ってんのもおかしいぐらいなんだよ、もうそういうのは。もう許せないんじゃない、そういうの。多分ね、 AKB のファンはね。ちゃんとブログに載ってるじゃん。そうなんですよ、大島のブログに載ってんじゃん。うん、ねえ、はい、ちゃんとなんか楽しそうに。お、すごい、しかもこれ、はい、メンバー、うん、俺でも知ってるよ、だって大島優子でしょ、おうおう、板野友美出た、友美、そして後ろが篠田麻里子、はいはい、でその後ろ分かんないわ、その後ろ、うん、これどれ、それ峯岸じゃない、峯岸峯岸でしょ、それ峯岸じゃないって。私この子知らないよ。え、峯岸みなみ、知らない、有名だよ。え、ノースリーブだよ、ノースリーブスだよ、ノースリーブスの、ノースリーブス知らないの。知らないよ、ノースリーブス。あれね、小島。小島知ってるでしょ、うん、知ってるよ。あ、高橋みなみ。高橋みなみわかんないもん。聞きました、AKB のファンの皆さん。高橋みなみを知らない人がここにいますよ。お前何なんだよ、お前。お前何なんだよ、AKB。高橋ね、キャプテンだよ。キャプテンって言うのかな、リーダーだ、リーダー。リーダーはだって大島優子だろ。AKB のリーダーですよ。リーダーは大島優子だろ。大島なんてリーダーじゃねえよ。大島なんて。大島優子か、あれだろ。違う、リーダーはもう、あやつだろ。もう、高橋みなみ以外もリーダーできませんよ。そのぐらいの人なんですよ。もうすごいんだから。高橋みなみ？すごい子ですよ。年上なんだじゃん。年は上じゃないね、そんなに。シーマリみたいな感じ？このフラッシュの今回のほら、この表紙の。うん。シーマリ。この子？なんだろう、10代じゃねえかな。もしかしたら。初めて見た、でも。背がちっちゃい、140の。初めて見た。ちょっと聞きましたか？AKB ファンの皆さん。高橋みなみを初めて見た。こんな人がいますか？お前何？何だろう？許せますか？お前何急に AKB ファンに媚び売ってんだよ。別に媚びじゃないよ。いいよ。高橋みなみはすごい人。有名？すごいよ。超有名だよ。いや、俺知ってる、小地春知ってるでしょ？小地春だ、そうや。と、高橋みなみと。あと、秋元。なんとか。さやかね。秋元でさやか出ないってひどくない？さやかだよ。やすしの有名だよ、秋元って。まあまあ、それが一番、あそこのね、仕切ってるやつですからね。ただまあ、でも、今となっては、その AKB のファンになっては、まあ、さやかのは有名ですよ。秋元さやかはすごい。あの子はすごい。めちゃくちゃすごいね、高橋みなみと秋元さやか、どっちがすごいの？
そこはね選べないんだよね。そのあれが違うんだよな。その、うん、なんだろうな、うん、そのトッティと、うん、そのデルピエロどっちがすげえかみたいな感じよ。どっちもすげえんだよ単体で言ったら。そんな強い2人なの？ただそのお互いがその押してるとこ違う。共存しないの？そう、共存は絶対。じゃ仲悪いんだ。仲悪くない。仲超いい。AKB の皆さんは仲がすごいんです。嘘だよ。嘘じゃないよ。仲いい。女があんなに集まったら超仲いいよ。え？仲いいよ。あれはすごいよ。女の人はそんなに集まってみんな仲いいわけないじゃん。それがだからほんだからすごいんじゃない。大島優子と、うん、誰？あいつ前やつ前田敦子ね、はものすごい。え？ものすごいいい。あの二人は本当お互いを高め合ってる二人なのよ、うん、お互いでこうなんていうのこう、うん、上に行ってこう下がってこう何こう追いつけ追い切磋琢磨。切磋琢磨だよ、うん、そう切磋琢磨。切磋琢磨だよ。してんだしてんだ。あの二人はすごいよ。仲いいんで。仲悪いの本当にないんだよ。篠田でも仲悪いんじゃない。いやあれはね仲悪くないんだよ。やっぱ年上だからちょっとお姉さんっていうだけであって、あみんなさんだからすごい慕ってたりとかちゃんとしてるんですよ。すごいよ。 AKB の人たちは本当だから見てても楽しくなるの。え、でもこのあれは、うん、じゃあいいわ。ただその高橋みなみはリーダーなんでしょ。リーダーで秋元っていうのもすごいんでしょ。さやかはすごい。ハングリー、ハングリーよ。ハングリーっていうかまあ何でも真面目にね。でもこの俺に知られてたのは誰だっけ。峯岸みなみよ。この子はだ。それがノースリーブスのメンバーで3人のメンバーで高橋みなみ、小地春、峯岸。すごいんだ。すごい3人ですよ。へー。そうですよ。板橋区出身。この人？そうですよ。峯岸は板橋区ですよ。へー。高島平かなんかその辺ですよ。へぇ。すごいんですから。あ、じゃあ、あれだ、地元が近いからちょっと可愛がってんだ。俺が？うん。まあ、可愛がってるって言い方しないけどね。その、俺は平等にやってますよ、皆さんちゃんと。へー。いや、皆さんは可愛いですから。うん。でも平等は無理じゃん。誰かしら好きでしょ？その、順位はあるでしょ？平等ですよ。一番は誰なの？一番好きなの。だから俺もこうやってね。今までやったらそういう、なんだ、旗から見たらそういう順位はあるよ、絶対に。うん。ああいうアイドルとか見て絶対あるじゃん、おにゃんことかも。そうだったしさ。うん。で、やっぱ俺仕事しちゃってるから、一緒に。うん。ね、その、だから、皆さん平等にやって、それ先生と同じ気持ちよ、教師と。お前、生粋の AKB ファンじゃねえかよ。全員平等だって言ったら。いや、だから、まあまあ、だから、まあ、平等です。先生と同じ気持ちだ。それは番組やってっから。いや、先生もあるって言ったよ。ね。先生ってあんだって。やっぱり生徒にもあいつ好き嫌いってあんだって先生って。あ、そう。うん、好き嫌いあんの先生。いや先生実際あるらしいよ。だってそんな人間なんだから、うん、それはあるに決まってるって言った。あ、そう。それは生徒の前で言ったらダメだよ教育上、うん、言わないけども実際はあるって言ってたよ。あ、そう。うん、うんうん、まあまあ正直な話多少はあるよそれは。多少はこっちだってこっちだって可愛がろうと思うのはあります。一番じゃあ好きなのは誰なのよ。好きっていうのはちょっとね、どうだろうね。とりあえずやっぱ前田敦子はすごいと思うの、あれは。ね、オーラが。で、1位前田敦子ね。ところが前田ね、どうなんだろうな。前田敦子、まあでもあのクラスが何人かいるね、やっぱね。上位。上位、やっぱ。2、3人とかやっぱこう、差がないね。それ誰と誰とね、用意さんに。それは言っちゃまずいでしょ、それは。わかった。うん。前やつ、うん、大島、板野。確かに。篠田。篠田はないな。篠田ない。あれはない。何競馬の番組のキャラをちょっと守ってんだ。まあ、競馬の番組の篠田と仲が悪いから、まあ確かにここでね。まあまあでも篠田ないの。まあ板野ね。うん、トモチンね。あ、トモチンっていうの。トモチン好きだね俺。トモチンは好き。あ、そう。トモチン、マヤツ、トモチン。トモチンね。うん、小地春。おう、いいね。それが3、まあ3ベスト3とかかな。いいね、最近ね。まあしょっちゅう変わるんだけどね。いやだってこれは別にさ、うん、好みなんだから、うん、その AKB ファンの人たちだってさ、うん、みんな誰か応援してるわけじゃない。うん、それはほら、あの総選挙の時もさ、すごい湧くわけじゃない。はいはいはい。自分の応援してる人の。はい。AKB 全員を愛してたって、これは、
小木個人の意見だから別にいいんだよ。多少、ああまあそうね。だって別にこれそれはだって当たり前なんだから。そうなんだよ。だから俺もその時もあんま意識してなかったんだけど、その総選挙、うん、じゃねえ、じゃんけん大会、ね、その、うんうん、でそのやっぱその自然に、うん、そのコジハルを応援してた時に、うん、ああ俺コジハルが好きなんだなって、うん、今まで何もその自分の気持ちに気づいた。全然意識してなかったのに、ああその時すごいコジハルが勝った時にすごい喜んでたのよ俺。ああ結構勝ち上がってたの、あの人ベスト4まで行ったの。はあ、はあはあ、でもう少しでセンターだったんだけど、ああだそのまあやっぱすごい嬉しかったっていうか、知らず知らずのうちにコジハルを応援してる小木がいた。もう立ち上がったからね、コジハルが勝った時は。あそうよーしってなって立っちゃった時にえっってなったの自分の中で。それ1位になった内田さん、うん、っていう人は知らなかった。知らなかった。小木でも知らない。知らない。あの本当だから、あの番組で一緒になった人ぐらいしか俺知らないの。番組であの AKB のね、そうだ、十何人ぐらいしか知らないの AKB の中でも。ああ、うん、あれそれ知らなかったの。知らなかった。ねあのね素晴らしい子ですよ、あの子も内田さんも。はい、うん、でその順位つけるとまあ1位がじゃあコジハルでいいのね。1位コジハル、まあでも前田敦子もやっぱ捨てがてえな、どっちも欲しいな欲しいはちょっとあれか、あ欲しいってんじゃないんだよ。でもなんかそのなんだろう、一番、まあ、難しいな。1位は難しいよ、いい子多いんだもん。うん、本当多い前、うん、ビリーはじゃあビリーはいないよ、それはビリーはいない。ビリーいないの。ビリーいないよ、ビリーは。あ、そう。ビリーはやばいよ。だって俺全員知らないもん、まだ。その48人。あ、そっか。そう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 。ああ。うん。だから、なんとも言えないし。いや、もう全部可愛く見えてきちゃってんだ。そう。だから、うん、その歌自体を見たことないでしょ、俺。うん、その歌ってる姿を。うん、で、その人数、その揃ったのも見たことなかったわけ。うんうん、で、そのじゃんけん大会終わった後に4曲ぐらい、うん、ちょっとこうミニコンサート的な感じで、武道館でやってくれんのよ。うん、ちゃんと。へぇー。ショーを、ライブを。うん、それ見た時にもう、キュンキュン来た。あんな可愛いのは、と思わなかったわ。あ、そう。まあ、あんなね、大人数でね、うん、あんな踊られたら、うん、それは何でも可愛いよ。それ叫んだのなんか。叫ばない。やっぱ叫べないけど。うん。うん。相当可愛い。相当。じゃあもうみんな可愛い。みんな可愛かった。じゃあブスはいない。うん。ブスはいない。一人もいない。まあまあ一人はいないってわけじゃないけど、まあその、好みよ。好みとかあるけど、そしたらまあ、まあ、七、八人が。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネリーキいやー、うん、はい、今日はほら始まってからキングオブコントの話から、はい、小木の AKB の話になっちゃって、はい、全くメールを募集してなかったね。そうだね、もう2時になっちゃいますよ。もう何にも募集しないで2時になっちゃったから、うん、なんかテーマを言わないとさ、うん、いけないよ、うん、ねえ、ちょっとね、まあ来週キングが来るにしても、まあね、今日ので言ったらまあ賞金ね、はい、500万円の使い道とか、うん、まあ分けてね、ねえ、これみんな聞かれてますもんね、これに関してはね。これはだから一応、ね、まあ募集しとくと、来週キングが来た時に、なるほど、まあどうせいろいろ今これから先いっぱい聞かれるわけよ、うん、そういう時のあれとしていいよね、ボケとしてはね、うん、またリスナーはね優秀ですからね、このリスナーは。そうね、うん、まあその辺もだよね。うん、おぎやはぎに金米がなぜ20万円あげるのか、うん、説得する方法ね。ああ確かに、何て言えば金米が俺らにお金をくれるかっていう方法も教えてもいいし、ね、はいはいはい、それもちょっと知りたい、うん、知りたいね、うん、でもなキングオブコメディも、うん、さあ本当は100万円欲しいんだけどな。1000万でしょ、うん、1000万円で。でも1000万っていう風な印象なんだけど、確かに割ると500万500万でリアルな話すると自責金がパッと引かれて1割だとしても ね、うん、ね、450万になるんですよ、うん、でも結構な金額ですよ。すごいですよ、うん、
450万円ってですか、うん、ねえ450はすごいよ、なかなか稼げませんよ、ね、まあじゃあちょっと、はい、芸人としてこれを聞かれた時に、うん、使い道どうするんですかって言われて、これが多分芸人のうん、正解コメント、うん、それ募集しようかね、まあね、なんかね、正解ね、あ、そう、はい、じゃあその芸人がこのキングオブコメディが今後多分ね、そうね、少なくとも10回は聞かれると思うんだ。絶対聞かれます、うん、使い道、はい、何に使ったんですかとか、うん、これ今後使い道はって言われた時の、うん、芸人だったらこう答えたら面白いよっていう正解をじゃあちょっと今回募集しますので、はい、皆さんそれを送ってください、ね、その中でそれを来週キングオブコメディにプレゼントしますので、ね、ファックス番号東京0355629540、メールアドレスメガネアットマーク TBS.CO.JP です。こちらに送ってください。さあ、はい、それではコーナー行きましょうか。おい、うん、コーナー、あ、俺か、そっち、俺だ、ね、じゃあコーナー行きます。あ、はいはい、荻野美学さあ、このコーナーはリスナーからさまざまな美学を募集し、その美学がかっこいいかかっこ悪いかを荻野さんにジャッジしてもらうコーナーです。はい、荻野さん、うん、最近もう荻野さんのリスナーに見透かされて、はい、荻野ってこういうのかっこいいと思ってるんでしょっていうのは大体バレてきてるから。そうと前回と全部ですからね、この前全部、うん、ファンファーレでしたから、はい、今回もね、いいの来てますから、はい、発表しますよ。はい、お願いします。ラジオネーム唐揚げ弁当、うん、店でも、うん、いただきますをしっかり言う。あげ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 、あら、ないなー、うーん、あんま言わないんだよね。なんだろうこれ、これ育ちが悪いと思われちゃうかもしれないけど、うん、俺あんまいただきますって言わないでしょ。あんま聞いたことないし、俺が言わない。どこ行ってもいただきますとか言わない。ね、いただきますって言わないわ。言わないのよ。俺全然そういうの気にしないんだよね。気にしないっていうか、俺が気にしないんじゃおかしいけど、うん、ね、相手が本当はなんか挨拶しないもん。だから、うん、きちんと挨拶できる子じゃなかったろ。挨拶はするよ。挨拶はするんだけど。あの子は、ひろあきくんはきちんと挨拶のできるいい子ねっていうふうには言われなかったでしょ、近所の評判。近所評判すごいよ、俺。挨拶とかは。そういう人っていただきますよ。なんかね、いや、なんかいただきますだけは、そんなに家でね、言われなかったんだよね。挨拶はすげえ言われたの、親に。うん、挨拶はちゃんとしなさい。あれ、外面教育だ。外面教育じゃない、うち。だね、家の中で俺をいただきますって言わないと怒られたもん。全然言われなかったんだよな、ごちそうさまとかも。多分言われたのかもしれないけど、全然記憶ないね、その辺のことは。ああ、おぎいただきます言わないか、どうでもいい。うん、どうでもいい、そこは。あ、これ美学に反してる。いただきますわ、俺全然、うん、これからも言おうと思わないし言えよ言えようん、思うよ、そういうふうに。それに挨拶の中でもさ、その何、いただきます、うん、いろんな挨拶あるでしょ、うん、でもいただきますは俺かなり下に見てるから、ね、いただきます下に見てるの。もう下だよ、ものすごい下だよ。いただきますとごちそうさまは言った方がいいんだよ。いやいやいや、ごちそうさまの方がまだ上だよね、いただきますよりは。なんか感謝してる感じです、なんかごちそうさま。あ、ごちそうさまって、そう、いただきます言わなくてもごちそうさま言っとけば、なんかどっちも言った感じもするし、なんかもういい感じで終われるもんね。全然もう下でした、あんなの。あーでもね、うん、一個だけ理解できるとしたら、うん、ご飯食べるときに、うん、お箸を、うん、あれ何、親指とさ、人差し指とかあるでしょ、親指とこの合掌していただきますってやるのあんま好きじゃないわ、うん、あれも意味わかんない、何なんだろうって思う、あれ。俺あれかっこ悪いと思ってた、ずっと。あれね、あれやるよ、俺ね、なんで嫌になったんだっけな。あ、わかった、うん、トンボで長渕剛がやってたからだいいじゃん、それは別に。トンボで、あれだってかっこよかったよってやってんのが、いや、だから違うの。長渕剛が嫌いとかじゃないのよ。いや、ああいう、ちょっと、なんだ、あのね、そういう、役柄だって役柄で、キャキャスってやるのが、すげえ俺がやったら、それを意識してかっこつけてると思われて嫌だからやんなかった。
ね、そうそう、なんかそういうことをやる俺のなんか武士道的な俺ってかっこよくないって思われたら嫌で。確かに設定は武士だもんね、武士の設定だもんね。そう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 、一人でね立ち向かうぐらいのかっこいいやつだから。そうそうそう、あれ自体の声はかっこいいと思うんだけど、うん、それをなんか意識してると思われたくないからね。まあ今それやってそれ意識してなんて思わないよね。そんな本物だって。エイジさん意識してると思われてるさ。まあでもあれは俺もちょっと嫌だった。あれやんない ね、 なね、あれ女性が多いよね。あれ、あの子がやんだ、うん、あの子なんだ、うん、またドバスしちゃった。ベッキー？ベッキー、ベッキー。ベッキーやるんだよ、これ、すげえ。別に、ベッキーが別にやるんだけど。やるね、ベッキー。やるんだよ、ベッキーすごいやるんだよ。まあ、いい子なんだけど、それは。だからありがたいってことだよ。そうそうそう。ご飯を、こう、うん、ね。感謝の気持ちだから、あれは。ほんとすごいいいことなんだよ。だから俺たちってやっぱ、本当はいいことなのに、これをやると格好つけてるとか思われるのが嫌いなんだよね。そうそうそう。いい人みたいな感じでも嫌なんだよね。小木がもうまさにそれの典型だよね。うん、俺もそういうのダメ。別にそれはいいことなのにね。そう、うん、できないね。次、小木の美学。ラジオネームオーシャン。食べるの面倒だからといって、カニを食べない。そうやなぁ。これはそうね、カニ、今も別にカニだけじゃなくて、うん、なんか俺結構その手が俺汚れるのが大嫌いっていうのがあるんだよね。うん、多分俺そういうの素手で何かを持つって嫌いなの、もう手が汚れるから。あ、ただ上になんだ、なんとかボール、なんであれ、あれあった場合、フィンガーボール、そう、フィンガーボール、あれがあると別に手をガンガン汚しに行けるけど、あれがやってる姿かっこいいじゃん、フィンガーボールは。ああ、フィンガーボールやってる姿がかっこいいじゃん。あれかっこいい。ただそれ以外はもうあんまりカニとかは嫌だ。ああ、うん、これはまあまあ俺もわかるな、実際。これはね、俺も肯定派なんだね。なんだろうな、俺カニ、俺これおぎちょっと迷ったけど、俺は速攻。ああ、速攻行く？俺、カニは、食べるのが、まさにこの通り、食べるの面倒だから、カニ食べない。特に一番辛いの、ケジャン。ケジャンは俺、ほんといかないよ、あれ。もう、あんな手が汚れる。手汚れ大嫌いだからさ。だって俺、ケジャン、うまいから食えって言われて、ケジャン食って食うたんびにおしぼり拭くじゃん。うん、俺ケジャン食い終わるまでおしぼり10個使ったことあるんだよ。わかるわかる。あれね。だってさ、すぐおしぼりがもう拭くとこなくなっちゃうんだよ。いやいや、わかるわかる。あれすごい使っちゃうよ、あれは。使っちゃうよね。めちゃめちゃ使っちゃう。もう2個ぐらいで1個は終わっちゃうよね。終わっちゃうよね。終わっちゃう。そうよ。2個食べたらもうおしぼり1個終わるよ。もうすぐ終わっちゃう。ケジャンほど衛生的じゃないの、衛生的じゃねえな、経済的じゃないもんね。だってあんなにおしぼり使ったらもったいないじゃん。そうそう、わかる。すぐおしぼり使っちゃう。ケジャンはダメね。だからカニでも美味しいカニやん、ズワイガニとかあれだったら俺やっぱ好きだから行きたいんってのあるんだよ。全部剥いといてくんなきゃやだ。剥いといてくんなきゃやだ。カニ、カニファーってほぐして、ほぐしてこう置いといてくれたら、それをこう食べるの好きなの。いちいちあのカニの足からこうやってやってさ、あんな使ってね、だろ、あれは確かに。でそこまでして食べるほどうまくねえよな。そうなのカニって、あれやっぱあの姿見てるとかっこ悪いんだよね。やっぱ大人がなんか一生懸命あれを撮ってる姿ってあれ情けなく感じんだよね。あのね、カニとかエビにね、カニだエビだっていうやつ、ね、俺悪いけどそれ言ったことないもん。やっぱそれやっぱ恥ずかしいから。俺カニとエビに興奮してるやつが嫌いなんだよ。いるよね、いる、すごいいるよね、エビとカニね、いる、なんかすごい ごちそうが来たみたいな感じで、そうそう、カニだカニだって言うじゃん。そうさえは言うね。あれやだやだ、俺もやだ。これはおぎ、俺賛成だよ。俺は賛成だよ、おぎ、ね、次、はい、ラジオネームトマソ。うん、優勝旗は受け取るものではなく、うん、返還するもの。かっこいい。なんだよこれ。かっこいいよこれ。かっこいいよ。かっこいいよ。通りでこないや。かっこいいね、やっぱね。これ言い回しがかっこいいだけだろこれ。確かにその哲学家でもかっこいい。まあ言い回しもそうだけど、うん、いいね、なんかそういう発想いいと思うよ。本当？受け取るもんじゃないんだ、返還するもんだもんね。やっぱ甲子園とかもそうだもんね、返還とかかっこいいもんね、やっぱね、持ってくるのね、あれを。甲子園はね、春優勝してさ、はい、今回もそうだったんだけどさ、うん、
中京大中京がさ、はい、ちゃんと夏も出れたから、うんいいよね。あれはね、出れないと返せないから。一人で来るんだよね。そうそうそう。あれがちょっとかわいそうだ、ね。あれがかっこいいけどね。うん。うん、いいのよ、あれ。変換ってやっぱかっこいいよ。変換かっこいい。今日もゼロ3変換しに来たからね。あれもかっ、やっぱかっこいいなと思ったもん。キングオブコントのあのね、トロフィーを。ああ。ね、やっぱかっ、でもあれ変換して、もしじゃあ東京ゼロ3が今回出てた場合どうするの？変換。変換はするわけでしょ、うん、浜田さんに変換したよね。うん。それで、それをまた受け取るのもかっこいいんじゃん。そうだね、受け取るのかっこいいね。ってことは受け取るのもかっこいいんだよ。まあまあ受け取るのもかっこいいけど、やっぱ変換はかっこいいから。これだからお前この、うん、これの、はい、優勝旗は受け取るものではなく変換するものっていうこの構成にやられたよ。言い回しがな。言い回しにやられた。確かにかっこいいよな。次。はい。子供が好きかという質問に、うん、好きじゃないけど、許せる存在と答える。これラジオネーム親父がそう言えば。ああ、うん、許せる存在と。子供好きですかって質問されたら、好きじゃないけど許せる存在と答える。ああ。あげ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 そういうふうに言った方がかっこいい。俺まで子供が嫌いだったでしょ、ずっと。嫌いだった。で、今もその変わんないのね。嫌いは嫌いなの。ああ。まあ自分も子供はまあ、ちょっとまあ、可愛いからいいんだけどさ。で、やっぱそういう許せる存在っていうのがやっぱすごい分かってきたっていうか。ああ。そういう言い回しいいなって思うよね。ああ。好きじゃないけど、子供好きっていうのがあんま言いたくないじゃん、まず。ああ。分かんないけど、なんだろう。なんで言いたくないんだろうな。好き、子供好きって。すげえ嫌なんだよね。なんか子煩悩のさ男友達見てるとなんか嫌じゃない？子煩悩すぎるやつって。もうそう。俺別に嫌じゃないな。あ、そう。うん、俺すげえなんかいや地元の友達この間お祭り行った時にね、うん、地元の友達がこう来てさ、うん、俺子供を見せた時にさ、うん、すごく子煩悩なんだよ周りの友達が。うんうん、やっぱり嫌だもん。なんか子煩悩のやつって嫌だもんね俺。なんだろうな。だからやっぱり人と一緒が嫌なんでしょ。その子煩悩の友達、例えばさ、あんなに、子供なんかどうでもいいって言ってたやつが、子供生まれた瞬間にすごいあいつ子煩悩になっちゃってさ、っていうのを生きていくうちにいっぱい聞いたじゃん。それはすごい聞いた。だから心の中で、俺はそういうふうにはならないぞって決めたんじゃないの、うん、まあそれも決めてますよね。うん、多分そういうのであるのかな、そういうの。うん、だから今もほら、ね、今回も痩せてさ、痩せ、やっぱダイエット中にさ、絶対お前そんなリバウンドするよって言われて、うん、やっぱそれが腹立つもんね。だからリバウンドしないように頑張るっていうか。ああ。その絶対その前よりもっと増えるからね、みたいなこと。一般的なのが嫌なんだろ。それ一般的にはリバウンドするでしょ。一般的にすんのよ。だから一般的なのと同じ風に自分がなっちゃうのが嫌なんだ。もうだから、そう。それがあるね。これは大ヒントですね、うん、やっぱ荻野美学の。ヒントは。まあ確かに、まあヒント言っちゃってる感じだね。ラジオネーム、換気扇の換気。はい、運動会で一生懸命な女は嫌いだが、うん、準備体操をだらける女はもっと嫌いだ。ああ。あげ、あげ、あげ、あげ。あら、ないなぁ。ない。なんもしない人がいいな、俺。準備体操も。全然しない人がいい。もうダラダラしてる人がいい。ああ。うん。俺、あの、ストレッチやってる姿とかも好きじゃないし、なんだろうな、女性のなんかあの、ピチピチのスウェットみたいなの履いてるの嫌いなんだよ。なんだろう、何なんかセレブだかわかんないけど、なんかそういう人って、ピチピチのスウェット着てない？上下。ピチピチなの、ピチピチ。ピチピチのスウェット？お尻とかのラインがすごい出てる。ああ、わかるわかる。あれ、なんか流行りの、多分外国かなんかのブランドなんだよな。ああ、あるね。あれが嫌い、ピチピチが大嫌いなの、俺。はい。ああいうのでストレッチとかされたらもう嫌だもん。なんで、ボディラインが出ててエロいとかないの？ないね、俺、なんか、スウェット、なんだろうな。だから女性の、ジャージはいいんだけど、スウェットとか嫌だな。ピチピチが嫌だな。なんか、ピチピチのスウェットが。俺の中でね。なんか気持ち悪い。嫌いなんだね、これ。嫌い。なるほど。女性がそういう運動系のは嫌い。うん、ラジオネーム、徳川正夫。はい。X-Men や、ヒーローズ、などの、はい、超能力ものに出るとしたら、うん、怪力系の能力は嫌だ。怪力系？あげ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 あ
あその通りでございます。それはそうでしょう。もうそんな怪力なんてもうバカっぽいし。あーそう。ヒーローズ見たことある？あるある。ヒーローズは。X メンも。X メン見ました。なんだろうな、ヒーローズだと どういうのがいいのかな。やっぱ頭脳系がいいんだよな。ヒーローズでどういう何があったっけな。もう全然覚えてねえな。ヒーローズってすり抜ける。すり抜けなんてダサいよ。ダサい。すり抜けなんて本当バカなやることだ。大使だって弱いしね。あと女の子のやつね、殴られても全然すぐに治る。あれだからあれも嫌だね。ああいうのはもう全然嫌だ。あとまあ真塩のね、時間を止める。止めてなんかするでしょ。それもそんなにだもんね。あと空飛ぶのもいたよね。あれもあんまだな。あ、そう。なんだろうな。何が欲しいの超能力？一番そのおぎがかっこいいと思う超能力なんなの？なんだろう。やっぱ相手のあれが読めるとか、心が読めるような。あーでもヒーローズではあの警察官が座ったんだよな、あの相手の心読むやってたけど、であれあんまかっこよくなかったな、あの警察官がやってたら。俺がやってたらもっとかっこいいかもしれないけど、この警官がやってるとかっこよくねえんだよな。あ、そう。超能力でしょ。一番下に見てる超能力なんのじゃ。一番下？うん。一番下は、やっぱ壁すり抜けるじゃない意味ないじゃん、壁すり抜けるって。なんで強盗、だってお前あれ好きだろ、強盗とか。ルパン三世大好きじゃん。強盗系か。そうだよ、ルパン三世とかに、じゃあ、すり抜けていくのかっこいいじゃん、じゃあ。壁を、だから強盗でしょ？うん。でもかっこいいかもしれないけど、そのドラマ性がなくなっちゃう、そしたら。ああ、そう。なんだろう、そのままなんかもう。面白くなくなっちゃうね、そいつがいると。全てが簡単すぎて、うん、やっぱそういうのっていろんな 作戦を練っていくのが面白いのに。なるほど。そんなやついたら邪魔だよね、もう。なるほどね、うん、じゃあラジオネーム、はい、イーグルス、うん、イリュージョンで鍵のついた箱の中から消えるのはいいが、うん、別の場所から出てくるのは恥ずかしい。あげ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 あでもそうだ、あるな、出てくるの恥ずかしいだろうな。あ、まあやったことないかわかんないんだけど、多分恥ずかしいと思うよ、出るときは。あ、そう。そっちからだってもう出てきちゃうんでしょ、だって。なんで嬉しい、喜ぶ、嬉しいじゃん。なんか人を喜ばせ、びっくりさせるじゃん。うん、だからいないってとこまで嬉しいよね。うわーってこう歓声がいなくなって成功したあっつって言ったらいないっていう、その後が照れくさいんだな。客席の真ん中にいたりするんだよ。そうそう、なんかああいうの俺ね照れくさいんだよね。なんだろう、ああいうの恥ずかしくなっちゃう俺。あ、そう。うん、なんだろうな、そういうフィーチャーされたくない。なんだろう、なんだろうな、うまく言えないけど恥ずかしいな。ちょっと照れくさいのね。照れくさいってすごいあるんだよね。なんだろうね、その照れくさいってうまく言えないけど、うん、恥ずかしい、やっぱ一回いなくなってんのに。じゃあこれも合ってんだね。今日もなかなかの好成績。2問×2問×ですよね。2問がないなでしたね、最初のやつとかね。なかなかの好成績ですね、はい、今日もね、うん、はい、はい、ということで、うん、荻野美学、こんなの荻野かっこいいと思ってるでしょっていうのが分かったら、うん、どんどんメールください。宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネびいき、おぎの美学の係。メールの場合はメガネアットマーク TBS.CO.JP です。難しいよね、うん、賞金の使い道は絶対に。そうなのよ、そこでね、あんま正解を言った人ってあんまない気がするんだよな。難しくて。そうだよね、みんな賛否両論的な感じになっちゃうんだよな。おぎやね、なんて言ったかって言ったらね、印税かなんか本を出したとかなんかで、大体そういうのするとね、この印税はどうしますかとか聞かれるんですよ。DVD とか。CD とかね。CD とか出すと、印税生活ですね、夢のとか。印税が入ったら何に使いますかって言われた時に、俺が覚えてるのはね、小木はね、若手の育成っつったよ。ああ、言ったら、若手の育成。あ、バナナと CD 出してるか。ああ、うん。そう。何個は覚えてんだよ、俺。M1 の時かな。なんか言ってたんだよな。ヨーロッパの恵まれない子供たちにあげるとか、わけのわかんないこと言ってた。ああ、言ってたね、それもね。ヨーロッパ恵まれてるわって突っ込んだ記憶がある。うん。うん。そうね。
優勝か、どうすんの優勝して実際どうすんのどうすんのってよかったね、よかったですよね、よかったです、ありがとう、優勝して見てたんだからさ、見てなかったけど、はい、あのちゃんとね見えを取ってさ、見たからそうよ、仕事してたからね、その時はすごいんだから応援してて俺、本当ですか、そんな応援してくれたんですか、いやそう、キングの1本目は俺あれで見てるんだよ、リアルタイムに、そうちょうどゴッドターンの始まる前で、はい、それでこちょっと収録遅らせてキングの見てから行く、マジですか、すげえ、全員全員ゴッドタウンスタッフ全員と、そうだよ、ありがとうございます、劇団一人と大田地で行け行けっつって行けいいぞ行け競馬じゃないですか、行け行けネタ中ネタ中ネタ中、だから佐久間さんがネタがほとんど聞き取れなかったっすか、すいません、いやもう嬉しくてさ最初のやっぱ大爆笑が拍手笑いが来た時だよね、そう、いいぞーっつって、いいぞー、その調子その調子知ってもらってんの、そのままそのままーっすごかったんだね、第4コーナーもあった最後の競馬の競馬みたいにもうの逃げ切ってる時のあの馬を応援してるようなそのままそのままっかけたりとかしてないでしょうね、かけたりはしてないよ、かけない、いや俺ホントキングオブコントをかけるのが大嫌いだから、俺だわ、厳密に言わなくてまだ3回しかやってないのに大嫌いだ、それでもやっぱあの1本目でやっぱこれこっちはやってる方はね、はい、まだこう気を抜けないけど、こっちからするとね、そうもういったなと、そうでもいい、大丈夫、収録も大丈夫だよっつって、へえ、マジっすか、はい、で2本目見てないから見てないから、もう収録中、収録ちょうど終わって収録終わって、もうみんなもうすがすがしい顔で収録行ったからね、もう1本見て、あもう大丈夫だっつって終わって、すがすがしい顔で帰ってきて、はい、でどうだったっつったら、うん、もう当たり前だよね、そうどうだった、あ優勝です誰に聞いた、誰ですかそれ、ね、はい優勝です、落ち着いてんな、はいすいません優勝させていただきましたいや立場おかしいさすがに、これやっぱね、人生で一番嬉しかった、今まで生きてきて人生で一番ですよね、だよね、ないですよね、他にはやっぱうちらろくなことないですからね、ないもんね、ないです、いいこと、それでさ、あのほらフィリピンのセブのさ、セブに行った親父とか連絡来ないの、それはないですね、セブには行かないんだ、まだその優勝報告もう多分日本語も忘れてんじゃないか忘れてないでしょ、セブではあんまりあれなの、キングオブコント有名じゃないのリアルタイムやってないの、それ知らないよセブのことないんだ、世界規模の大会じゃないですから、ね、いやないから、日本だけ日本の大会だから、まあいいことなかったって、だからあの全員さ、はい、コント始まる前のさ、はい、コントのあのあなんか紹介 V やるじゃん、前振りの VTR、あれがまた良かったね、あれちょっと自分で笑っちゃいました、面白かったね、あのそうあれいいよ、他結構さ真面目だったじゃん、はい、すげえかけてるみたいなちゃんとしてる、そうなんかさ、はい、芸人なんかみんな本当はカッコつけたくないのにさ、はい、まあカッコつけた V を作りたがるじゃない、大会的に大会って、はい、であれそういう中でさ、はい、あんまりそういう関係なくてよかったです、あれはいいよ、あれスタジオは受けてたもんね、受けてました、ね、ありがとう、別に言ってることは普通のこと言ってるんですよね、こっち的にはなんかああいう感じで始まると、うん、あのね笑ってあげたくなる、ちょっとドーピングみたいな、そうですね、なんか違反な感じがするんですけどあれ得意したよ、はい確かに、そうですね、あーね、そう、はい、VV 見ても笑いたくなくなっちゃうもんね、ちょっとね、そう笑っちゃうっていうか、ちょっとやっぱ、よかった、笑いやすい、あれはよかったね笑ってあげたくなる、だって一番嬉しいもんこの先ないんだろうな、うん、あれ以上のことは人の笑うことじゃないと思うんですけどね、いやもうないよ、だってさ、ないよ、さ所詮さ、だってあれだよ、この先だって、はい、じゃあなんか、今までじゃ出たことない、出たかった番組が、はい、出れたとか、はい、なんかレギュラーを持ったとか、はい、じゃあなんか冠番組持ったって、はい、それ全部嬉しいことだけど、優勝に比べたら、ね、あの時のやっぱ喜びはないよ、そうですかね、確かに、うん、これきっかけのでしょうからね、何につけてもね、そう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 、そう結局そう続いていくもんだからね、そうだな、どうだろう、もしかしたらまあなんか映画とか撮って、はい、そうね、アカデミー賞、あーオスカーとか撮ったら超えるかもしれない、違うジャンルのね、オスカーはね、オスカー撮ったら超えるな、超えるんじゃん、それ撮んなかったらもうじゃあ超えないってことですもんね、超えない、もうこれ超えれないよ、
そうでも確かにそうかもしれないですね、うん、ピークをだピーク、うん、人生のピークをマイナスみたいな感じか早かったね、まだ確かに40だから良かったですね、40歳で1個なんだよ俺たちより。そうですね、信じられないよね、年下ですよ、うん、あの今一度確認したいんですけど、うん、あの人力車に入った時おぎやはぎ、うん、俺らは年齢で行くからタメ口で行くって言ったじゃないですか、そうそうそう、高橋に対する態度ってどうなってるんですか。そうなんですよ、年齢プラス、うん、そのなんだろうな、一個言い忘れてることね、基本年齢っていうのが、はい、そうですね、年齢プラス、その舐めてるか舐めてないか、ずるいずるい、舐められてた女性でもそんな目の前に言われそう、舐めてるやつは食べ口ですよ、食べ口いないとこで言ってくれよ、当たり前だね、言うまでもないことですね、そうなんで、そんなはっきり言われるとは、うん、だから年下でも舐めてない人は俺結構さん付けだから、うん、あ、そうなんだ、そうなんしてるよ、だから一応アンジャッシュ、ほら俺渡部さんって年下だけど言うから、そうかそうか、そうか、確かに、でなぜ小島って呼んでないのか分かんない、舐めてるんだよ、確かにそこもあるよね、相方だから問題、それはね入り口なんだよ、それはね入った時にね小島さんってね偉そうにしてたの、そうですね、一番偉そうですよね、渡部さんよりも、はい、だからいわゆるキングだったの、へえ、トップよ、まさに本当、楽屋とかでも1期生だし、ね、そう、はい、渡部さんは後から来てるじゃん一応、はいはい、だから小島王国みたいなのがあって、小島さんにみんな頭上がんないみたいな空気が出てる。そうですよ。楽屋とかずっと一人でなんか。まだ色々バレてなかった。そう。バレてなかった。バレてない。トップだったんだよね。トップ、トップ。怖いイメージだ。この十、はい、その6年間ぐらいで今はもう末端になったけど。末端だよね。末端まで行ったんだよ。なったけど、ね、最初の入り口でやっぱ渡部さん、小島さんって呼んでやってるから、はいはい、渡部さんいるの。そうなの、聞いて。小島さんなんだよ。未だにさん付けしなきゃいけない。ほんと、確かにそうだね。切り替わる可能性もあるんですか、こっちは。切り替えたいけど、やっぱ最初の入り口がだからね。もう決まっちゃいますか、最初がやっぱ大事なんだな。そう、ね、そこパーケみたいにいけないんだよ、だから。パーケ最初から舐めてるじゃん。うん、いや、最初一瞬高橋さんって呼んでくれてましたよ。僕覚えてます。一瞬だよ、それ。一瞬ですか。開き直んないでください。いや、それは第一声はそうだよ、それは最初に。俺たち結構常識人だから、初対面の人に上から行くってことはしないもん。初対面は絶対敬語で、どんな年下だって敬語で行くタイプだから。で、その最初の何回かで判断するから。はい、白字大丈夫だな、みたいな。判断した相手にそんなちゃんと言えないでください。白字早いん、見極めが早いんですよ。一個上だからね。よかったね、42でさ。これ取れて、うん、そうですね、まあさ、あのね、これラジオやってるとね、はい、いろいろね、なんか来るのよ、うん、来る批評というか、批評、うん、なんかあそこはもっとこうした方がいいとか、うん、そういうのをね、俺たちやっぱね、うん、ラジオを向上していきたいから、はい、真摯に受け止めることにしてるから、はい、なんか毎週そういうメール来るから、今週もちょっと、あの、はい、まあね、それ紹介していかなきゃいけないから、ね、紹介しなくてもよくないし、それでは僕たちはちゃんとこれを真摯受け止めてちゃんと向上しようってことですから、はい、はあ、一応じゃあそれ聞いてみましょう、はい、こんばんは、 TBS アナウンサーの増田直弘です。週刊おぎやはぎ批評、この時間は聴取者の皆様から寄せられた番組へのご意見、ご要望を紹介し、より良い番組作りによる放送文化の向上を目指し、パーソナリティである、おぎやはぎへ自己批評を促します。硬いけどね。うん、本日も、素敵なピアノの演奏とともに、皆様からのメッセージをご紹介いたします。キングオブコメディさん、キングオブコント優勝おめでとうございます。ありがとうございます。お二人の優勝に私勇気をいただきました。ごめんなさい。何カニを食べる日では最初のお便りです。東京都杉並区早坂俊恵さん52歳の女性からいただきました。ありがとうございます。木曜の深夜はお二人のゆったりとした語り口に癒されております。番組を聞きながらふと気づいたのですが、そちらのスタジオでは動物を飼育されているということはございませんか。いや、ないですね。先週の放送中、小木さんが急に馬とおっしゃったので疑問に感じました。10番ね、優勝したらすぐなんかもう馬、あれ電話かかって
もしくは何か召し上がっていて美味しくてうまと言ったのか、はたまた CM の最中に矢作さんがなぞなぞか何かを出されてその答えが馬だったのでしょうか。いずれにしてもお話の最中に急に馬とおっしゃられても疑問符以外何も出ません。以後お気をつけください。続いてご紹介します。神奈川県大和市にゃんぴーさん30歳、女性の方からいただきました。ありがとうございます。おぎやはぎのお二人こんばんは。私の思い過ごしだったらいいのですが、もしかして矢作さんはサイボーグ人間だったりしませんか。普通に生まれて先週の放送でお箸を手に持ち合唱していただきますを言うというお話の中で、小木さんが親指と人差し指の間にと言った後、矢作さんが急に機械が故障したかのような声を出したのです。お箸をあれ何、親指とさ人差し指の間でしょ、この合唱故障してる。矢作さんは確かごま油がお好きですよね。機械には油が必須ですし、私の推測は確信に変わりつつあります。けどもし本当にサイボーグであってもそれはきっと言ってはいけないことなんでしょう。地球に何をしにやってきたのかは分かりませんが、木曜深夜はしっかり油をさして元気に放送してください。おかしかったね、機械っぽかった。続いてご紹介します。いつも聞いています。矢作さん、うぬぼれデカで共演したのに、どうして私のことをメガネビーキで話してくれないのですか。打ち上げでも矢作さんとお話ししたのに、先週打ち上げの話自体全く触れずに終わりました。共演者をもっと大事にしてください。お願いします。誰、矢作さんが私をいじっているのを中一の娘に聞かせてあげたいんです。お願いします。中一の娘。東京都江東区、増田直弘さん、43歳、男性の方からいただきました。増田さんね。ありがとうございます。アナウンサー、はい、の方です、はい。打ち上げにいました。週刊、おぎやはぎ批評、今週は、ここまでです。はい、そうです。増田さんね、いや、話しましたよ。増田さんと、どうも、いつもラジオでお世話になってますって、はい、話したけど、ラジオでね、話すほどでもないのよ。そう、気にしてらっしゃるんですね。ドラマのね、すごい人たちばっかりいますからね。それだって、ね、永瀬君がいて、生田斗真がいてみたいな、そういう人たちとこんなことしたなんて話はするけど、増田さん触れんのもね。めちゃくちゃいらっしゃったもんね、でも。まあ、役不足、役不足だよ。お世話になってんだよ。役不足だよ。これしょうがないよね。まあ、馬と、まあ、馬いね、言ってたね。馬ってちゃんと言ってましたね。はっきり言った。すごい流れですよ、ね。あれね、サイボーグ疑惑なんてか、あれね、俺サイボーグじゃないっていうことだけちょっと言いたい。あれね、あたふたしてんの。でも人間のあたふたしてるのちょっと違いましたね。すごい早かったよね。早かったね。ちょっとサイボーグもう一回いいですか。あたふたしてるだけなんだよね。お箸を、あれ何、親指とさ人差し指とかあるでしょ、ちょっと待って、この合唱やばい、昔の親木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネリーキー。